そう20代僕たちに月曜日は来るのか。はい、始まりました、コンソ20代。今日はですね、ヘルメが遅刻しているということで、始まりましたが、まもなく到着するということで、あ、来ましたね。まったく本当になんて悠長な。え、始まってるこれ。始まってますよ。何やってるんですか本当に。信じられません。失礼しました。失礼しました。本当しょうもないんだけど。はい。はい。でもいいトイレ行ってたらいいアイデア思いついた。何？いやまあ後で言うけど。本当に言ってよ。なんかこれ最後まで聞けなかったらマジで消化。いやいや本尊あの朝読みの時に言います。はい、はいはい、じゃあ本尊20代ということで、はい、今日はすごくたくさん宣伝したので、新しい方にもそうですね、多く見ていただいてると思いますので、この番組はどういう番組ですか？この番組はですね、まあ、本尊って聞くとなんかこうちょっとネガティブな、ちょっとなんか愛くるしいなみたいなイメージがあるかもしれないけど、うん、まあ、実はこう3つ意味があって、うん、まあ、こう建設的にこう課題に向かってこう頑張っていくっていうポジティブな意味と、もう一個はその、まあ、ちょっとこう迷い迷ってぐるぐるしちゃうっていうちょっとネガティブなイメージと、でもう一個は実はなんか人をこうもてなすとか、うん、実はそういう意味もある、はい、なんかこう言葉でね、うんうん、でここはまあちょっとこう俺らのポジティブ具合も出すしネガティブ具合も出すしまあちょっと人をもてなしたりもするしっていう感じなので、こういいからっていうので、はいはい、まあ、そんなね僕たちの奔走具合を、うん、20代のね奔走具合をこう届けていければいいかなみたいな感じですね、はいはい、皆さんと共有しつつ、うん、こう何かご意見とかがあったら一緒にまたそれも考えていきたいなと思っています。今の説明さ、まあ、要はなんか、うん、結局何も言ってないに等しいよね。まあ何も言ってないよ等しい。まあまあでも要は生きてることを伝えていくみたいな感じだよね。まあそうですね。そうだよね。まあ迷いながら、まあ、人生は。そうですね。20代の迷いを、うん、あそうですね。でこちらの、あ、はい、メールも新しくなった。可愛くなったでしょ。もうみんな送りたくなっているはず。はい、そんなところで、はい、千葉県とヘルメの、ヘルメで奔走20代、はいはい、やっていきたいと思います、はい、で、前回 の、 メールをいただいてますので、最初に、はい、今日はゲストもお呼びしてるんですが、はい、その前にちょっと、前回送ってくださったメールを、送っていただけたら、あ、読みたいと思います。はい、じゃあ僕読もうかな。はい、じゃあ、うん、お願いします。ここね、はい、安田奈緒さん、からです。安田奈緒さん、これ本名でいいのかな、読んじゃっていいんだろうね。ヘルメさん、柴犬さん、今更な話でごめんなさい。柴犬が国民投票をやりたいならやればいいじゃんという話について、前回ね、うんうん、柴犬の何だっけ、あ、あれだ、こう大阪の都構想とかもただ生であったんだよね、うんうん、でその時にあって国民投票みたいなののこう住民投票を取材してきたって言って、なんかいろんな話をしたけど、結局柴犬は何、住民投票をそれはいろいろ知ってこう何やりたいのみたいなのやって、 やりたいみたいな言ったんだよね、うんうん、その話についてですね、はい、私自身は柴犬がこういうふうに国民投票について調べてくれて話をしてくれて、それでやっとちょっと面白く見えることはとても感謝しています。ニュースでやっていても関心が低かったりすることはたくさんあって、柴犬がいるからこそ国民投票を身近に感じることができて少しずつですが興味が湧いています。だって嬉しいですね。 いいね、うん、いやーもうだからこそっていうかもう僕はそのためにいるようなもんです。すげえ嬉しい、はい、で、はい、柴犬がいつかこれは国民投票しなければと思って実行したいときに、選挙は一人ではできないから一緒に盛り上げてくれる仲間が必要だったり、国民投票の投票率を上げるために一人でも多くの有権者が自分事として考えて行動してもらうために、今は柴犬がたくさんの人に向けて国民投票を知ってもらうことも十分国民投票をやりたいということに近づいているのではないかなと思いました。だから柴犬を応援している。いや、はい、
で、いつも考える時間を与えてくれる2人、ありがとうございます。これからも頑張ってください。安田奈穂さんでした。いやもうこれはラブレターですね。いいよ。あ、違う違いました、ごめん。いや、ごめんなさい。いや、はい、でも愛は感じるね、はい、いやでも本当ありがたいですね、うん、ありがたいですね、安田奈穂さん。いやありがとうございます、うん、いやでも本当になんかこう前回の放送でなんかこうヘルメが僕になんか説教してるみたいな、あ、マジ？なんかそういう風にこう捉えてる方もいらっしゃって、うん、なんかすごいこうあの放送の後にフォローを受けるっていうあの柴犬はそのままでいいんだよみたいなこう感じでこう言ってもらって、なるほど、ね、ありがとうございます。いや僕多分別に責められてるわけでも多分否定されてるわけでもなくて、あのヘルメが正直なというか思ったことを言って、で僕はそれに対してあのそれに対してまあ普通にじゃないですけど、あの、うん、響いたっていう、こう感じだったんで、ね、まあ、僕も全然気にしてないというか考えるきっかけにはなっているんですが、まあ、そういうことで結構でもそういうコミュニケーションもよくあるよね。なんか、うん、そうか、そういうコミュニケーションというか、そのなんだろう、感情的になるじゃないけど、まあ、うん、なる、あるある、うんうん、あ、まあでも、うん、そういう風な構図で見えてたらしいっていう。あ、マジ、うん、なんかなるほどね。いやなんかさ、うんうんうん、あれだよね、そのじゃあなんかこの前のは なんて言うんだろう、何したいのみたいな話だったよね、うん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 、なんかいっぱいやってるのは全然いいし、うんうんうん、いや全然いつも見てるし、うんうんうん、でもしばけその奥で何したいんだっけみたいなところを聞きたいみたいな、うんうんうん、って話だったと思うんだけど、うんうん、まあ、俺もなんか一人ぼっちでこっちだからもんもんしてたからなんかそう見えたのかわかんないけどまあでもそうちょっとね、ここ翔吾ちゃんとね、そうそうそう、前回のゲストとちょっと、ね、うん、あのヘルメあの気にせずに話して、なんかね、でもなんかねあれだね、なんかそのでもなんかどうなん、なんかさ、このあの前さ、なんだっけ、柳浦さん、うんうん、が来てくれた時も言ってたけど、うん、なんかこうみんないいねいいねしてくれるのはいいんだけど、うん、その人のため、その人が本当に自分の目的を達成するためにいいねをしてるのか、うん、なんかその人のこと本当考えたらちょっと批判したり、もうちょっとこの視点はどうなってんだろうっていうことを突っ込む人がいないとダメだみたいなこと言ってたじゃん、柳浦さん、うん、反省で、うん、あの応援してくれるのはとても嬉しいんだけど、そういう視点もの、うん、そういうコミュニケーションも仲間内内でないと良くないっていう話をしてて、うんうん、なんか俺はそういうスタンスだじゃないように見えたか、てかそういうスタンスなんかだから、うんうん、なんかやるのはいいんだけど、なんかその切っ先がどこに向いてるのか、自分でどこに向いてるのか分かってるというか、まあ、俺はどこなんだろうって気になるところを突っ込んでいるだけなんだけどね、うんうん、まあ説教臭くなっちゃったか、いや見てる人が、あ、まあね、うん、俺はそう全然そういうふうに思わない、ちょっとパそこでパラパラ言わないでごめんなさい家じゃないんだな本当、はい、はい、そんなところで、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんな形ででも本当に言ってもらうことで僕らも気づかされることがすごくたくさんあるので、そうね、はい、送っていただけたらと思います。はい、はい、じゃあというところでゲストをお呼びしましょうかね、今日はね、はい、はい、お願いします。じゃあ今日は、はい、じゃあすみません、こちら、はい、どうぞ。本日はですね、本日のゲストは、あ、セバケンが、はい、危ない、あ、マイクがよいしょ、はい、あ、来た、これだ、どうも、ピンクのシャツがお似合いの、どうもどうも、こんばんはですか、こんばんはですね、こんばんは、はい、はい、本日はのりさんに来ていただきましたまだね、全然誰か分かってない、誰か分かってない何者でしょうか、ノリです実はあのあきる野市の市議会議員を今、はい、されてるんですよね、はい、いやー今日はもうビッグなニュースに来てもらって、いや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 、そんな高かったありがとうございます、高かですか、はい、はい、いやもうノリさんは僕の、あの兄貴的な存在で、うんうんうん、
あの兄貴ってこう影で呼ばせてもらってる。影で兄貴何人もいるでしょって影で呼んでるの。いや影でも表でも影でじゃないか、うん、そうですね。今日はなんで お呼び、はい、今日はですね、あのまあのりさん、あの前回と柳浦さんのあの、ね、はい、あの回を見てくださって、うん、ありがとうございます。でそれであのちょっと僕もあのなんで声かけてくれないのみたいな。そんななんかもう積極的にすごいけど、柴犬ちょっとおちょっと俺も声かけてよみたいな感じだったら、うん、はい、終わってからね、はい、もうすぐメールして、もう森さん出てもう来てくださったんでぜひお願いしますっていうので、あのオファーしたら、あの改めて正式にあの OK くださったので、うん、はい、今日は来てくださ、ね、来ていただいたんですが、はい、あのノリさん、ノリさんは実は、うん、あ、ノリさん、はい、それ持ってたほうがいいですか。いや、僕持ってる、はい、うん、あ、ノリさんとはあれですよね、初めて会ったのはあの2011年のあの、ね、3月、まあ、11日の後に、うん、まあ、ボランティア、東北ボランティアしたいと思って、うん、で、まあ、共通の知り合いのヒロさんの、うんうん、を通じてあのボランティアに行く時のあのアースデー東京タワーボランティアセンターっていうところを通じて、まあ、僕はあのボランティアに行くことになったんですけど、そこのセンター長をされてたのがのりさんなんですね。そうなんですよ。もうそこで、懐かしいって言ったらあれだけど、まあまあそんね、そうだね、4年前ぐらいか、うん、4年前ですね。僕の最初のイメージはもうめっちゃいかつい、うん、あの坊主のめっちゃマッチョな人がセンター長で、やっぱすげえ大ボスがいたって。いや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 。でも話したらすごいあの柔和で、うん、あの優しいんですけど、最初のイメージはそういう感じでしたね。ね、森さんのアースデー東京タワー、アースデー東京タワー、うんうんうん、アースデー東京タワーって、すみません、でも僕参加させてもらった方で、実はその経緯だとか、ね、その背景とかはちょっとあの全然実は僕も知らなくて、あれはどういう経緯でこうできたとか。今はね、もう今は動いてないんだけれども、はい、アースデー東京っていう名前は多分ね、聞いたこともある人が多く多いと思うんだけど、はいはい、あの代々木公園とかで、はい、この前ね、4月の、いつも大体こう22日のまあ前後の、ね、はいはい、やってる大きなイベントで、うんうん、あれの僕はボランティアコーディネーターっていうのを2011年の時にしていて、うんうん、でそれと一緒にあそこ東京タワーで、はい、まあ、東京タワー運営してる会社とか、まあ、いろんな港区に本社や事業所がある会社を、まあ、港区が一応まあ温度を取って、まあ、いろいろこう CSR とか、まあ、環境とか、まあ、最初環境っていうところが始まったんだけど、まあ、それのいろんなネットワークで、まあ、みんなでこうなんかいろんなことやっていこうっていうようなあの、まあ、団体があって、そこの事務局を、はいはい、八田健太郎、はい、知ってますか、八田さん、今土と平和の祭典のプロデューサーだったりとかして、八田さんと一緒に事務局をやっていて、で、ね、それで、まあ、やっぱりなんかあのしなきゃいかんよねっていうようなところで、うんうん、で会員の会社にラディッシュ坊やさんっていう、あの有機野菜の宅配やってる会社が、そうそう、はいはい、生協、はいはい、そう、やべやべ、パソコンが、パソコンがね、これ危ない、うん、あ、大丈夫ですよ、あってね、はい、ちょっと事件が下の方で起きている感じです、はい、あって、はい、その会社が、まあ、あの物資を、はい、被災地に、東北被災地に持っていくっていうので、はいはい、その事務局があった港区立のエコプラザっていう建物がね、はいはいはい、あって、まあ、そこを一応そのいろんなこう拠点にして、最初その物資をやっていて、うんうんうん、でまあ、その流れから、まあ、なんかこう、まあ、物資だけじゃなくて、うん、実はやっぱ人が足りてないっていうところ で、はいはい、で自分たちも、うんうん、主体的にやっていかなきゃいけないっていうの で、はいはい、で東京タワーを、はい、1階の事務所を借りて、はいはい、で毎週の金曜日に、やっぱりいろんな人がやっぱり現場を見た方がいいだろうと、はい、いうことで、まあ、行ける人はね、はい、結構もう
わーっといける人は行くけれども、うんうんうん、まあ、普通に働いて、まあ、いろんなこう条件が整えば、まあ、行くっていうような人が多分多いと思うから、はい、ネット上だと思うから、うんうん、まあ、そういう人たちが行けるように金曜日の夜、はい、東京タワーを出て、うんうん、で土曜日の朝に石巻に着いて、でまあ石巻で、まあ、時間としては、うん、夕方のまあ夕方っていうか本当に3時ぐらい、はい、3時4時までやって、うんうん、でそれから帰ってきても、はい、だって新宿にいつも帰ってくるんだけど、はい、でそこからであれば、まあ、終電に、まあまあ、首都圏、まあ、首都圏って、まあ、一応想定されてたのは多分東京とか、まあ、神奈川とか埼玉とかだけど、はいはい、まあ、そこから帰ってきて、うんうん、まあ、終電では、まあ、家に帰れて、はい、まあ、日曜日はゆっくりできるみたいな、はい、そういうようなプランを提供できれば、うんうんうん、まあ、より多くの人たちが、はい、1日でもやっぱり実際自分の目で現場見ることができるんじゃないかっていうので、そうそうそう、そういうその短期のボランティアっていうのと、はい、のとね、はい、あ、こう柴犬が言った長期のボランティア、長期のボランティア、実際にやっぱり最初はこうどういう状況だか分かんないから、その例えばテントとか寝袋とかを持ってもう、こうベースを作ってほしいみたいな感じで、こう長期で入ってくれるボランティアっていうので募集したら、はい、千葉県とかね、うん、あと、まあ、矢部博さん、ね、底上げ、はい、底上げの、うん、気仙沼の NPO の代表やってるね、はい、うんうん、底上げのそうヒロとか、はい、麻婆とか、ね、麻婆とか、ファシリテーターやってる麻婆とか、はい、いろんな人たちがね、そうですね、そんなところでねってやって、で それも基本的にはその僕らも半年ぐらい経ったんだよね、はい、やってたのは、うんうんうん、でまあ、それからいろんなやっぱり環境とか整ってきて、うんうん、まあ、ボランティア、まあ、そういう形じゃなくても、はい、まあ、徐々にやっぱ減って、うんうん、実際に減ってったんだよね、はい、参加者、そう、参加者が減ってって、うんうん、でまあ一応そのずっと毎月東京タワーとかで、はい、まあ、月命日の時に、まあ、イベントをこう、まあ、キャンドルナイトやったりとか、はい、まあ、いろんなそういうイベントもやってるんだけど、はい、まあ、いろんなそういう徐々に減ってきて、まあ、逆に今いろんな方々が入っていって、いろんな形でこう行きやすくなっていったから、うん、まあ、その役目も終わったかなっていうので、うんうんうん、まあ、1年間ぐらい、はいはい、でそれも終えて、うん、まあ、一応だウェブサイトはまだ、はい、残ってて、うんうん、そう、かわいい、そうそう、アースデー東京タワーボランティアセンターっていう形で、そうなんですよ、そう、ね、結構動き出しも早かったですよね、うん、すごい動き出し早かった、うんうんうん、僕らが多分最初に入らせてもらったのはその4月、2011年4月の初めくらいで、でもその時にはもう体制が割とできてたようなイメージで、天ぷらバスを毎週金曜日に出してるとか、本当にもう早くからすごく動いてらっしゃる団体だなっていうのが、ありましたね、はい、そんな出会いから、うん、そんな出会いがありまして、あと、ありました、あの、まあ、僕ドイツに行っていて、で帰ってきた後にあのすぐまたあの連絡くださって、うん、あのそれでまあいろんな話聞かせてもらって、うん、ビールが、ね、飲みたかったんだけどあ、それのついでいやいやいや、たまたまなんか確か六本木ではい、はい、なんか美味しいビールが飲み放題で、ドイツビール、ドイツビール飲み放題っていうので、うん、なんか柴犬が、はい、ね、うん、ドイツから帰ってきたよって、はい、人募集みたいな感じで、はい、これはじゃあ言っといた方がいいかなと思って、はい、それで来てくださって、そう言ってね、いや嬉しかったですね、柴犬といえばなんか僕その、はい、東京タワーの時にあってこうね、黒いつなぎのイメージで、ああ、そうですね、割とでもその辺ぐらいから止まってて、はい、その後こうよくその Facebook とかいろんなこう、ね、他の人が聞くと、はい、なんかね、あ、国民投票なんかそういうのでなんか柴犬がすごい動いてるみたいな、そ う、ね、そういう話はこう、うん、ちょっとツイッターとかね、はいはい、Facebook で柴犬のそういう動き見せて、うんうんうん、どっか行っちゃったみたいないろんなとこ行ってたもんね、そうですね、はい、まあドイツとか、はいはい、行くようになって、まあ2011年まで、まあ、つなぎ来てたっていうのもその農業農業を、うん、まあ日本の農業を、うん、そのまあいろんな人にまた自分自身が食べて、うん、でまあ、お手伝いとかさせてもらって、うん、でそういうのをこう他の人に伝えたいみたいなのが
あったので、まあ、それでつなぎとか来てたんですけど、で、まあ、僕がその海外とか行ってる間にそのノリさんはあのあれ選挙に出てるみたいな行ってる間にね行ってる間に、はい、選挙に出てるあれ、うん、みたいな、あれで当選してるみたいな、そういうのもあって僕もすごいびっくりしたんですけど、いやでした。あれが何年ですか、あれが2013年の5月2013年、うん、はいはいです。そのもう結構そういうことにそもそも興味があったんですか。うん、選挙興味があった、はいはい、僕は昔から、はいはい、そもそも家の環境が、うんうん、父親が市議会議員やってた、あ、そうなんですね、し、はいはい、全然やってたっつっても、おそう3期やってただけで、はい、まあ、それもいや3期ってすごくないですか、12年仕事、あ、はい、あのね、補欠選挙でね一度落ちてる、はい、で、うんうん、その後補欠選挙でやってるから、はい、3期の10年なんだけど、もともとうちのやっぱ父親もずっと市役所にいて、はいはい、うん、で、まあ、そういういわゆる、まあ、自治労、はい、組合で、はい、うんうん、まあ、いろいろ活動したし、はい、まあ、当時はもちろん今74か、はい、まあ、そういう若い頃ですよ、うん、若い頃はもう社会党がね、まあ、バリバリやってた頃で、はいはい、まあ、その時からうちの親父やっぱ全然わかんないよ、ちっちゃい時だから、はい、何やってたかわかんないけど、うん、社会党でも社会新報っていうですね、うんうん、まあ、そう新聞みたいなのがあって、はい、それを車の助手席に乗っていろんなこう、まあね、その市内の人のある程度束をこうポストに入れてくるみたいな、はいはい、そんなこと やってたから、はい、なんかいろいろやってるんだなとか、はい、肩車でメーディアに行ったりとか、はいはいはい、そういうのをしてたから、まあ、いろんなこう中でうちの大体うちのいつもテレビのね食卓は NHK しかついてなかったんですよ。うん、で NHK がついてる中でなんかご飯食べてるから、はい、なんかもう自然とそういう話になんとなくなるんですね、うんうんうん。まあそう生活、まあ自分の中ではこう意識してないけれども、そのそういう生活があって、あ、お父さんこういうことやってるんだみたいのがこう日常生活であったっていう。うん、そうだからなんか、なるほどなるほど。この都合こう。その当時選挙出た時ももちろんその時はね、うん、やりたいから出る、自分が出たいから出る、はいはいはい、だけれども、うんうん、そこまでの過程の中では、うん、やっぱりその置かれてた環境っていうのが、まあ、一番大きいのかなっていうことは、うん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 、あったな。なるほどね。あきる野市ってどの辺なんですか、ちなみに。結構公園にあおかしついてるこっからね、だいたい50キロぐらいかな、西に、はい、山梨寄りに、はい、八王子の上、うん、よく昔は、ね、東京サマーランド、サマーランドが、ね、八王子って出てたんだけど、あきる野市、まあ、もっと前で言えば秋川市なんだけど、はい、秋川市っていうところと五日市町、はい、そして五日市町は多分みんなだったら、ね、知ってるかもしれないけど五日市憲法、知らない、いつだっけ、一昨年くらいかな、うん、今の皇后が非常に素晴らしい主義憲法が あるっていうので、うん、明治時代に作られた、うん、それで見にも来たんだよね、四日市憲法、四日市憲法、うん、まあ、そう案としてね、うんうんうん、そう非常に今の日本国の憲法と、まあ、比べても、うん、それすごくなんだろうな、民主主義というか、うん、そういうことに関してすごくこう、うん、十分そういうことが入っている、はい、うん、その市民が、そう市民が作った憲法で、その五日市憲法っていうのが、うん、はい、だそういう、うん、話がそっちのことだ、そういう多分なんだろう、昔からそのね、はい、今の憲法がどこどこに作られたみたいな話もあるけれども、はい、うん、しっかり多分その実際ちゃんと日本の人たちが作っても多分それも今はもうできたんじゃないかなとは、はいはい、うん、でそういう見るとね、はいはいはい、うん、ぜひだからそれを五日市憲法草案で検索してくださいっていうか、今はないんですか、五日市町は。五日市町はその秋川市と今ずっと秋野市市政施行20周年でございます、宣伝してる秋野市さすがだから別に20年だからって何でもわけじゃないんだけど、はいはい、なんかイベントやったりしてるんだけれども、はいはいはい、
で合併してあのアキルの氏になったっていう。そうそう合併して、そう、うんうん、ひらがなと漢字の、はい、アキルがひらがなで、はい、のが漢字っていう、うんうんうん、全国初、今でもあるの、今はもうあるのかな、当時他にできてたよね、当時としてはもう初めてその、はい、ひらがなと漢字がくっついた詩っていうのはそのなんか差別化に必死な感じが伝わるんです。そうなの、まあ、でも多分そのままあって言ったらあったんじゃないのかな、でもあとはね、いろんなね、難しいの、多分合併の時の名前難しいんだよね。そうですよね、はいはい、どっちを生かすかとか、どっちもこうなんか生かすというか、はいはい、そうなんです。え、のりさん今いくつですか？37になりました。あ、37、はい、え、ずっとあきる野市に住んでる方？はい、僕そうです。今までの一度も出たことがないっていう。え、一人暮らしとかも含めてないです。暑いね、僕はないですよ。すごい。僕はね、結構いや、結構この話だと長くなっちゃうかもしれないけど、はいはい、割とね、ちょっと住めるだけ住んでいいと思う。あ、今はね、もう結婚して、はい、ね、妻と住んでるけど、はい、別に親とね、住めるだけ住んでいいと思う、ね、うん、はいはい、うん、まあ、確かに今一人暮らししたいとか、なんかそういうのありますよね、なんとなく、うん、なんか、うん、そこでなんかいろんな形で、まあ、絶対さ、親と住んでたらさ、まあ、すごい中にはさ、本当に仲良くて喧嘩しないとかっていう人もいたりもするけど、うん、まあ、いろんなこう、なんかもう自分と似てるからやっぱり、うんうん、ぶつかるでしょう、うんうん、いろんな話もするし、はいはい、でもまあ次の日になったら、まあ、ちょっとはね、嫌な気持ちはあるけど、まあなんかまたしてまた言い合うみたいな、うちはなんかこういつもこうね、割とこう議論する場が、はいはい、家族で、そう、うん、だからなんか、ね、それいいですよね、そういうすごくなんか話し相手っていう意味でも、なんか、うんうんうん、でね、僕はだからずっと言うと住めるだけ住んでいいんじゃないかなっていう、はいはいはい、パラサイトなんとかって、うんうんうん、そのね、あるかもしれないけど、確かに、うん、まあ、僕もそういうふうに思うっていうか、なるべくその、うん、まあ、家族といろいろ間はいたいなっていうか、うん、まあ、今も実家僕住んでますけど、うん、どうせ寿命で考えたらね、順番で考えたら、うんうん、なんかそれまで一緒に住んでても別に、まあ、ね、うん、出てっても別に全然いいけどね、はいはい、うん、でもそこでなんかやっぱりみんなコミュニティで作りたいんでしょ、なんかシェアハウスするっていう人も、まあそうですね、違うのどうなんですかね、逆に必死なんじゃないですか、コミュニティがなくて、あ、家族にないからってこと、そうかそうか、とか、家族にないからそのシェアハウスに求めるみたいな、うん、もう分かんないけどね、うん、でもまあ求めてるってことなんだよね、うん、じゃあ家族であれば別に家族でもいいというか、うん、家族でもいいというか、うん、うん、まあどうなんの、うん、シェアハウス、今は、いや、僕は2人ですね、まず、あの彼女と、あー、ね、さっき俺そういうことかと思って、つながって、そうですか、知り合いだった、あのパンツだ、パンツ事件だと思って、パンツ、あーインスタグラムだそうそうそう、公開パンツ処刑、いや処刑してないよ別に、あれ2人で作ったしはいはい、はい、あ、そういうことですか、あれは、あ、ちゃんとデザインされた、あれはそうそう、構図、あ、やっこれでもちょっと解説しないと分からないですよ、見てる人いや、まあ、いや単純に男のパンツがこうあっただけですよ、あ、そっちか、そっちか、うん、あ、そっちか、あ、そっち、あれ、あ、逆のバージョン、いろんなパンツがあるから、あ、でもいろいろあるんですね、でも簡単に話、簡単に言うと どんな、俺これの時は喋ろうと思ってた今日、ああ。あ、じゃあそれは、あ、じゃあその時に撮っておくということで、番組の後半の方で、はいはい、番組の後半の方で進行任せた方がいいかもしれない、いや、僕が進行に向いてると思って頑張って進行してたら、なんか柴犬全然向いてないよっていうコメントをもらって、うん、進行に向いてるのはさ、柴犬よりヘルメでしょ、あ、そうなの、え、逆に向いてる俺と思ってたの、うん、全体だからなんか全体にそのだから温かい目多分見てもらってるんだろうなっていう感じ出してた、はい、MC あくまでこっちが、はい、ね、マスターオブセレモニーですよ、あ、まあそう、まあそう、そうですね、だと思ってた、 あ、本当ですか、すごい、僕じゃあ無理しなくていいんだね、そう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 、だからかそう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 、いや、もうヘルメがしっかりしないから僕がしっかりしないとと思って俺はなんかしっかりしないとっていう考え方はなんかだいぶ前になくなっていったかもしれない
そのなんか、なんか聞けばそれも、はいはい、あそうですね、そうそう、あと僕の信仰やっぱり信仰は芝犬だよねみたいな、なんか芝犬もそれはリラックスした感が見たいの、まあ、もうちょっと、あリラックスした感が見たい、うん、この前なんかあの別の大阪 の番組あのコードレスで行こうかっていう番組出させてもらった時はもう完全にゲストだったので、楽しかった、もうすごいもうあのだるってしてなんかだるってしてっていうかあの本当にあの聞かれたことに対してこうファッと答えるみたいなのがこう、ああいうのまあでも聞き手がプロだったっていう、まあ本当にもう話とかラジオのプロだったっていうのもあってすごく、はい、うん、気持ちよかった、気持ちよかった、気持ちよくなってこうありがとうございましたみたいな。じゃあ普段これやってる時は気持ちよくないんですか？いや こっちはこっちであのちょっと役者的 な, なんかこう役者的なあの楽しさを、あそうなんだ、柴犬って役者っていうあれもあるの？役者ってモデル、モデルやってるよね、でもなんかね、モデル役者やりますっていう、いや役者もあのまあ、はい、はいはいはい、まあ楽しい楽しい、楽しい、うん、2つ来た、え何ですかこれは、モデル役者、あと何があるのと思って、もうじゃジャーナリスト、ジャーナリスト、あ3つ来たいや何ですか、それぐらい、うん、そうですね、まあライターとか言ったりしますけど、合わせ、はいはい、4つのこの合わせ技で、合わせ技であの柴犬 100% やってみます、ブログの宣伝してんじゃんああそういうの、あそういう何宮迫ですみたいな感じのモデル役者何これ、ジャーナリストライター柴犬 100% ですあ、それ今日言ってた滑るってやつ。公開処刑みたいな。なるほどね。すごいね。はい。まあまあ、まあ、まあ。すごいもう引き出し上手だからね。いやいやいや。のりさん本当にもうなんか。いやでもいいと思う。聞かれるがままに答えてしまいますけれども。やりたいこと4つ。はい。その発想で、はい。いろんなことやっていきたいね。そうですね。まあ基本的には。はい。国民投票のみんな。うん、国民投票。さっきのね。はいはい。含めて。そうですね。もうそうかでもそうか、うん、オッケー、はい、まあでも僕はそう1人2人暮らしです、うんうん、ね、あそうその話に戻ったんですね、2人暮らしで、はい、まあでもねよく転居はしてましたけども、そんな感じです、転居、ああ引っ越しは、うん、2人で、いやいやいろんな人と、あいろんな人と、いろんな人とまあそんなまあそこは深掘りしない方がいいのかな、いろんな人とが引っ越さないから、ね、なんかこう引っ越すといろんな人がいるみたいなのがよくはい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 、シェアハウスにもいたしね、シェアハウスにもいたし、うん、そういろいろね ありましたけど、いろんなやっぱいろんな、うん、どれもやっぱいろんな良さがある、うん、でもやっぱできるならでもやっぱ、うん、いい実家いいっすよね、うん、だってご飯も出てくるし、うん、出てくるかどうかは家庭によるかもしれないけど、まあ、機能的なちょっと心地よさも、うんうん、やっぱでも、うん、踏ん張れ、うん、踏ん張れるし、それで前やっぱでも、もうちょっとまあ20代の時にやっぱ友達が言ってた、はい、大阪からやっぱり来た友達が、うんうん、それやっぱ建築やってたんだけど、はい、やっぱりいやうちもねそのあきる野市っていうところで、まあ、いわゆるここからは遠くて、うん、まあね今ここだと多分神田とかだと、うん、本当は終電ね11時新宿で11時23分とかね終電がね終電が帰るはい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 、でそういうので、ね、まあ遅くてもさやっぱり東京の遠くても東京の中にやっぱり実家があるっていうと、うんうん、それはやっぱ大阪で実家があるっていうのでやっぱ東京にあるのがいいよねっていう、うんうん、いろんなそう踏ん張れるっていうことやっぱりさ、うんうん、やっぱ物理的にもねそういうのがあると思うんですけど、なんかあれなんだけど勝手に気になっちゃったんだけどあれ、うん、これもう一気にえ言っていいのかなこれは一気に言ってんのよ言っていい、まあ、千葉県の実家だよねでもねあうん、うん、実家実家ですよね、もう実家どうですか、もう実家めちゃくちゃ快適ですよ、仲いい親とは仲いい、まあ仲いいと思います、仲いい方だと思う、いわゆる
あ、でもそうだよね、いわゆる仲いい方、多分そうだよね、うんうん、そういう実家にいていろんなとこやっぱ行ったりするってことはやっぱ親の理解はあるってことだよね、うんうん、そうですね、うん、確かに好きにやらせてもらってる、うん、もうなんか将来どうするのとか聞かれないんだ聞かれるでしょうね、今いや将来、いや28です、28で聞かれたことはない感じの結婚とかとかそういう話とか出ないの、わかんないけど、いや、なんかそういえば、そう、いや、そういえばして、いや、しない、しないかな、あんまり、なんか、でも、その、うん、なんだいや、なんか女の子とかちょっと連れてったりするとあの、うん、まあ、それは連れてくるよね、別に、え、あの子は何なのみたいな、うちの親の、というのはうちの親の反応みたいな、まあ、そういう反応はするよね、それはするよね、だなんか、あのあ、なんかそういう、そういうのこと考えてるのかなとか思ったりするけど、うん、まあでも僕はあの別にあの、いや、結婚とかは全然わかんないし、うん、これから住むとこも決まってないというか、うん、これから、まあ、ちょっとアメリカに行ったり他の国もまだ見たいなって思ってるのでっていうあの話をしてるので、うん、まあ親としてはこう半ば諦めてるような感じかもしれない、うん、まあまあ、ね、願わくばでもまあちゃんと理解はあるんですよね、うん、そうですね、まあなんか今そのやってる、まあこの番組もその見てくれてるかどうか分かんないけど、まあ日曜日には番組があってとか、新聞記事とか書かせてもらったりすると、まあそれ見せたりとか、そういうので、まああの親としてはちょっと親のなんかこう、すごい分かるな、あのそういうのでこう、まあ、喜んでもらってるっていうのは感じたりはしますけど、ね、ね、まあ、うん、そういうのはあるかもしれない、うん、自分がやっぱりね、なんかこう言ってもね、うん、あんまり聞いてくれないけど、例えばこういう分かりやすいこうなんかメディアとか出たりするとね、うん、まあ、こういう記事でやったってやつってやっぱ、うんうんうん、あるな、それはすごくやっぱ、うん、僕もそうだもん、うん、今でもそういや、そう、例えばどういうの、例えば、まあ、でも議員の活動とか、いや本当ね、うん、なんか僕は全然そんなさ柴犬とかみたいなのが出たりしないんだけど、たまたまあ、ね、多分みんなね知ってると思うんだけど、あのリトル東京ってさ、みんなが多分仕事百科って言ったら分かんのかな、うんうん、あのいろんなこういわゆるお金とかだけじゃない、うん、こういろんなこういろんなこうストーリーのある求人を、うんうんうん、本当にいろんなこう、ね、日本全国、はい、面白いのが並んでる、うん、日本仕事役今は、はい、今は今日本仕事役今日本ですね、だったっけ、うん、昔東京だった、東京だったんだ、うん、あ、日本仕事役っていうね、そこの、うん、代表やってるというか中村健太、うん、あそこで今あの仕事バーっていうのをやってて、うん、はいはい、いろんなこういろんな仕事をしてる人たちが、まあ、バーテンダーとして、まあ、実際にね、うん、お酒作るとかじゃないけど、はい、このバーカウンターの中に入って、うん、まあ、いろんな人がこう来た人といろんな喋るっていう、はいはい、ところで、たまたまその時にあの読売新聞のね、夕刊かなんかの取材だったのね、そう、それで、うん、ああ、それで出て、はい、出て、うん、そういうの、そういうのとかはやっぱりこう親っていうのはやっぱり嬉しいんだろうね、だからそういうの撮ってしてあるもんね、はい、そういうの出たりすると、あ、なんかそういう活動してるんだみたいな、なんか、はい、そういう、そう、自分がこう言うよりも、そういう外から入ってくるとか、誰かこう第三者の人が、はい、お、いや、息子さん頑張ってるねとか、うんうん、そういう、例えばそういう意見とかの方が、うんうん、すんなり入ってくるみたい、うんうん、あ、うん、そうですね、そうそうそう、なんか、みんなそうなのかもしれないけどね、うんうん、なんかそういうのは、うんうん、どこの親とかにしても、あれ、なんか、え、今あきる野市議会議員やられてて、はい、あれ最初から、え、なんか、なんかどういう経歴なんですか、なんか割と議員になる前、なる前、うんうん、あ、なる前は議員って多分なんかあれですよ、非選挙権って割とちょっと年いかないとダメですよね、大学卒業してすぐ25歳ですもんね、僕その方の前1期目だからね、その前はあの、ね、大丈夫ですか、これ尺、まあ、時間大丈夫です、大丈夫です、おお、もう全然、大学卒業した後に
卒業、そもそも卒業するのに4年の時最後ね、いや1年の時に初退職取ってないんだ俺。大学1年の時に何してんすか。ちょっとあんま取らない方向で行ったの。そうアメフト部、はい、アメフト部だったの、はい、そう高校からアメフト部やっていて、はい、もうそもそも大学もスポーツ推薦で入って、はい、でもう今でもね、大学の学文まで書くとさ、もう恥ずかしいんだけど、英文科だから、はい、英語喋れるだろうと思うんだけど、まあ、一切ねほぼほぼ勉強してないので喋、はい、れないんですけど、でまあ、それで入ったから、まあ、部活ばっかりやってて、うん、で1年の時も8単位 でもそこからもう頑張ったの、はい、頑張って、もう4年の時も多分ね40単位近いぐらい取ったの。おで卒業できちゃってはい、はい、まあ、卒業できないかと思ってたの、はい、だから就職活動ってもうしてなかったんですよ。4年目は割と取ることに集中してたんですね、はい、はいはいはい。なるほど。で僕らの時は、僕今37歳でちょうど卒業が2000年の3月とかで、はい、多分その時って本当にこう超氷河期ってところで、うん、すごい大変だった年なんだけど、はいはい、その時は僕就職活動してなかったんだよね、はいはい、で卒業して放り出されて、そう、はい、大学生終了みたいな。その時は、その時は本当にね、いろんなこうやっぱ親にね助けられたんでしょうね、うん、で1年間公務員の勉強したの、はい、でもダメだった。あ、ダメっていうのは公務員からなかったっていう、そうダメで、うん、でもそんなにすごくなんか別にその公務員になりたいっていうふうには思ってなくて、だから、うん、まあ、うん、それも親が、まあ、公務員だったっていうのも、はい、まあ、うん、多分に影響してるんだろうけど、うん、なんとなくその頃は本当にその 何の仕事やりたいとかっていうのは全然明確には全然なくて、はい、でも なんとなく公務員かなみたいな感じだけど、それでダメで、でも別になりたいわけじゃないから、そこまでね、なりたかったらさ、そうそうそう、ね、勉強にも身が、そうそうそう、うん、何度もやるんだろうけど、はい、なりたくなかったから、泣いたくなかったわけじゃないけど、そこまでの気持ちがなかったから、うんうん、でもね、もう1年そんなことさしてたから、まあ、それは就職しなきゃいけないなと思って、うん、地元の農協に入ったんですよね、うん、JA ですよ、JA、千葉県の農業と、はい、まあ、近いもあるかもしれないけど、農協で2年働いたんで、はい、うん、でやっぱり農協働く中でいろんな、まあ、もともとそういう環境問題とかには、うんうん、興味があったから、まあ、農薬だったりとか、うん、まあ、肥料にしてもこう有機の肥料とかしたけど、うんうん、まあ、もうちょっとこうそっちの方いろいろ知りたいなと思って辞めて、はい、辞めてから、アシードジャパン、うん、ですか、うん、そうですか、ゴミゼロとか、そうですフェスとかで、そうです、まさにゴミゼロナビゲーション、はい、でそこで働いてたわけじゃないんだけど、まあ、一応その2年間農協で働いてたから、まあ、それなりに貯金もしてたし、うんうんうん、まあ、もっと言えば、失業手当もあったし、それで、まあ、いろんなこう実際こうまた、ね、現場で入っていろんな活動を見ようと思って、はい、でそのアシドジャパンのゴミゼロナビゲーションというところのチームに入って、まあ、みんな僕よりは分かったけどね、基本的に学生が中心だから、うんうんうん、でそこでいろんなこうお水のナビゲーションで、はい、フジロック行ったりとか、うんうんうん、サマーソニック登場行ったりとか、はいはい、まあ、いろんなそういう野外フェスで、まあ、そのゴミを拾うんじゃなくて、はい、ゴミに捨てに来た人に対していろんな、まあ、今まで言えば多分自分事っていうんだろうね、まあ、自分の手でペットボトルのキャップとかラベルを剥がしてもらって、うん、自分で分別をしてもらうって、うんうん、でそれでまあそれを、まあ、今はもう当たり前にもみんなやるけど、まあ、それを、うん、当時はそうそうそう、うん、まあ、やはり非日常なところから、まあ、日常に持って帰って、うん、まあ、それは家庭でも、うん、まあ、そういうことを、分別とか、そういう、そうそうそう、細かいところから、まあ、そういうな簡単なところから、まあ、いろいろ始めていって、はい、まあ、個人の意識と、まあ、社会の仕組みを変えていこうっていうような、うん、一応活動なんだよね、コミュニティナビゲーションって、はい、そう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 、今いろんなね、ハニカンタが、うんうん、知ってますか、ハニカンタっていう。しませんか、ハニカンタって、ハニカンタ活動家ですよ。いや、しんどいですか、あれ、ちなみに、はい、なんかこうなんか、まあ、大学でスポーツ、アメフト体育座り、うん、アメフトやってらっしゃって、で単位取って卒業して、
で、まあ、公務員試験やって、はい、公務員になれませんでした。なかったんですけど、まあ、農協、はい、地元のところ入って、はい、やって、なんかいきなり、なんか僕アシードジャパンってなんかあれ NPO かなんかですよね、あれ NGO か、そう、なんか割となんかこうすごいなんかこう一気にいった感じ、なんかこう地元地、まあ、地元に根付きたくて根付いてるか分かんないですけど、ずっとこう地に足ついたこう生き方を続けて、突然なんかちょっと NGO みたいな、なんかそう、そういうジャンプは何 か, かあったんですか。農協にいた時に、うん、あ、農協、ね、もっと前、もっと、あ、そうだ、ね、大事なとこ抜けないかもしれない大学の大学の時に僕の親友が大学で、他の大学で、はい、あれ、山岳部だ、山岳部にいたの、うんうんはい、山岳部にいて、で、まあ、僕は部活をやってて、ほとんどもう部活ばっかりやってて、本当大学の時もお酒も全然飲めなかったから、はい、まあ、合コンとか行きましたね、もちろん、うん、合コンでもいい、ね、でも合コン行くぐらい、行った時くらいしかお酒飲まなかったの。あ、本当にお酒好きじゃないですか。いや、今は好きだけど、当時は全然もう飲みたくなかった、はい、まあ、合コン行ってとかでしょうがなく、わかるわかる、合コンに行って朝まで飲んで、そのまま部活やるみたいな、そんな生活だったのね、はい、でもまあ土日とか、土日もたぶん練習、また練習ない時とかもあって、でもそんな、なんか本当に部活ばっかりやってたから、うん、別に部活のだからって部活の同期とかで遊ぶっていうのはなくて、うん、でその友人となんかこう山に、山岳部だったから山に行こうとか誘われてたのね、はいはい、で山に行こうとか、でいろんなこうロッククライミングしようとか、うん、ボルダリングしようとか、うん、うちのあきる野市はもうちょっと奥に行くと青梅とか奥多摩とか、はいはい、まあそういうみんな割とアウトドアスポーツが盛んなところだから、そういうところでボルダリングしたりとか、はい、山登ったりとかっていうするの中で、いろんなこうやっぱりもともと自然とかは好きだったけれども、うんうんはいうん、そういうところからいろんなこうなんかアウトドアスポーツするようになって、うんまあ、自然こういうまあ自然守っていきたいねなんていうような、うんうんまあ、バックとしたもんだけど、はいはい、でその友達の大学の先生かなんかがちょうど、うんまあ、今ね高尾山圏央道ができる時に、はいはい、トラスト運動とかしてたような人で、はいはいはいまあ、そんな話とかをこう聞いていて、うん、本当圏央道って、まあ、今うちの近くできてるけど、はいはいまあ、そんないろんなこうな少しいろんなところのこうなんかいろんな影響で、はいうんうん、なんか劇的にというか、まあ、衝撃的にもこれ受けたからなんかこうやんなきゃいけないみたいなのはなくて、うんうん、なんかいろんなちょっとずつのもう影響を受けていて、うんうんうん、でその中でその農協であといた時に、なんとなくだからなんとなく環境問題っていうのはやっぱこれからすごく非常に大事だなっていうのは思ってて、東京都にもう今ないんだけど、多分当時昔美濃部さんの時に環境学習リーダーっていうね、あの養成講座っていうのが僕がもう今からなんかのがもうね、20年も前じゃないけど、まあ、15、うん、ねそんぐらい前か、はいね、20だから5歳ぐらいの時に通ってたんだよね、うん、その時にいたあのそのなんだ講師に来てた人とかの影響もあったかもしれない、うんうん、村上千里さんっていうですね、まあ、今でも環境業界の中では非常に有名な人なんだけれども、いろんなそういうの、いろんな本当に影響をちょっとずつちょっとずつこう受けてって、あなんかなんとなくそのやっぱ環境問題、これから環境問題に取り組んでいきたいなっていうようなところで、なんとなくこっちの分野ってこっちの領域で、今までのそのなんか古い感じの環境業界にいるような。人たちはもっとなんか当時で言ったらもっとおしゃれにこうなんかポップにやりたいみたいな感じの中 で、はいはい、で当時から割と昔からそう外子と読んでたんだよね、はい、当時からやっぱあって、はいまあ、外子はもちろんまあでかい時だったかな、雑誌が雑誌で、うん、雑誌がそう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 、うん、あれでそのハニカンタっていう、うん、その今ゴミゼロナビゲーションは独立してアイプレッジっていう団体なんだけど、はいそのカンタ の, その連載やってたんだよね、うん、外言で、はい、その中にフジロックで
こう、ボランティアやってみないかみたいな。でそのボランティアじゃなくてもっとコアなコアスタッフ1年間通して、うん、その当日のボランティアをコーディネートする、はいはい、メンバー募集みたいなところで、はい、ちょうどタイミング良かったからこれだと思って行ったんです。なるほど。ちょっと長くなっちゃいました。いや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 、そこそこ。本当になんかいろんな、いろんな本当になんか本当になんかもう衝撃的にこれこれうっかーんってなんかこれに感銘したとか、なんかもうこんな問題があるからこれは解決したいとかっていう、そこまでのそういう思いじゃないんだよね。その山に行ったり環境リーダーやったりそういったところでの積み重ねがあって、そう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 。それでこう どうなっていくんですか。どうなんですか。それ1年やってそれで やって 1年ぐらいやった時に、あの当時その付き合ってた子が、はい、いやもうそろそろ働いた方がいいよって言われてえ、これはなんかお金もらえる感じじゃなかったですか。いやそうそう、まあ、それ全然その本当にボランティアとしてだから、そのもちろんその1年ボランティアで、うん、あの有給でやってるスタッフもいれば、あの本当に、まあ、交通費とかもねそういう感じで出たりはするけど、でもだからそれだけやっててとかっていう、正社員みたいなお金とかはバーンってもらったりっていうわけだな。でも一応その自分の、ね、さっき言ったその農協で当たった時とかの貯金とか、うんはい、そういう失業手当とかあったから、うんうん、働いてはいいんじゃないって言われて、うん、こんなんかそうだと思って、何に今俺は興味があるかなと思った時に、うんはい、それはあのいやね、農協でも働いてたし、まあ、そういう有機野菜とかも好きだったから、はいはい、多分柴犬は知ってるでしょ、ナチュラルハーモニー、はいはいはい、ナチュラルハーモニーで無肥料栽培っていうのは何ぞやっていうのを知りたかったよね、はいはい、無農薬とかは分かるけど、はい、有機とか分かるけど、僕もいろんな農薬とか農協でね、うん、農薬とか、うん、もちろんそれは農薬とのね全部こう悪いとかじゃなくて、もちろんそれは大事な、ね、必要な時代もあった上で、はい、まあ今ね、はい、なんとか TPP があるんだろうけれども、うんまあ、それで無肥料って何ぞやみたいな、はい、知りたくて、はい、こんなのできたらすごくないみたいな、うんうん、で、まあ、ナチュラルハーモニーっていうのはまた会社で、うんあのまあ、それこそ無農薬で無肥料とかのその野菜を扱ったり、肥料を使わないんです、はいねうんうん、なるほど。そうか、会社だから彼女の要望にも合うわけですね。そう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 、そう、それで行ったんだけど、うん、ちょっと合わないなと思って、合わなかった、合わないっていうか、そう、別にそんな全ね、いいとか悪いとかじゃなくて、はいはい、僕には合わないなと思って、はいはい、そのすぐ、ね、辞めちゃったんだけど、うん、アルバイトなんですけど、すぐ辞めちゃったんで、でその後にそのまた当時まだ付き合ってた、はいはい、付き合ってた彼女から ここはのりくんのやりたい感じじゃないっていうふうに言われて、ほうほうほう、新聞記事持ってこられて出されたのが、そう、そのなんか環境リエーションズ研究所っていう、僕が今でも理事をやってるところで、これだと思って、これすごいやりたいことに、なんか環境リレーション、うん、環境リレーションズ研究所っていうですね、非常に長ったらしいこうなんか名前で、すごい NPO だね、はい、で NPO でちょうど僕が連絡した時にはまだできて、2003年の9月にできて、2004年の1月に連絡したのかな、うんうんうん、じゃあできたばっかり、できたばっかりで、はい、いやこれちょっとこれ僕見てもすごいこれやりたいんですって言って、なんか今社員とか募集してませんか、職員募集してませんかって言ったら、うんはい、もちろんできたばっかりだから、はい、募集してませんみたいな感じで言われたんだけど、はい、でもやりたいことがあ、すごくこれ自分に合ってるなと、うん、具体的にはどんなことをやってるところだったんですか。あのね、うん、今はみんななんかそんな当たり前であるんだろうけど、まあ本当にその例えばなんだろうな、なんて言えばいいかな、その中で一番こう一つ大きなプロジェクト今でも続けてるやつがあって、プレゼントツリーっていう、その植林、いや要は単純には植林のプロジェクトで、はい、僕が柴犬とヘルメのために、はい、北海道の地に木を植えました、うんはい、っていうのって、まあ、実際に木そこに植えてるから何も届きはしないだけど、うんまあ、でもそのあなたのために北海道の地を植えました、今日植えましたっていうのって、はいはい、まあ、あの2人への一応プレゼントにもなってるというか、うんうん、実際に2人のもとに届くのはその植林の証明書、はい、いろんな北海道から、
宮崎とか熊本とか、はい、鹿児島とかでもあっちの下の方でも、うん、九州の方でもやってるんだけど、こうネームプレートが植樹した木にはついていて、はいはい、でそこにナンバープレートがついていて、うん、でその植林の証明書とは紐付けをされていて、うん、でもあくまでも、まあ、その人へのプレゼントと、まあ、地球へのプレゼントっていう意味で、はいまあ、2つかかってて、はいでまあ、地球にさ実際そこに植えてるわけですよ、はい、木をね、木を大体植えてるところは植栽放棄地っていうようなところで、うんうん、まあ植ね、あの禿山になっちゃったところとか、はいはい、なんかいろんな災害とか例えばあったようなところで、うんうん、そういうところに、木を植えたりとかしていて、はいはい、うーん、へー、そうかそうか、その研究所、うん、そうだからなんかその人のその行動の中で、うん、ダイレクトにこうなんか環境問題っていうのではなくて、うんうん、なんかこれしたらなんか環境問題の解決につながってたみたいな、うんうん、そういう仕掛けをいろんな仕掛けをしていこうっていうような NPO ね、その一つとしてそのプレゼントツリーっていうの、今でももちろんやってて、いろんなこう企業ね、うん、さんとかで一緒にやってると教えて、プレゼントツリー、ツリーですね、木です、なるほど、はい、なるほど、そう、そこにそこで、あ、じゃあ入ってもそこで、ここ長かった、長かった、今でも理事をやっていて、はいはい、そこで3年ぐらい事務局長をやってたんだよね、はい、うん、NPO のね、うんうん、そうそうそう、ね、その1時間ぐらい回ってきたんだよね、はいはい、それで、あ、大丈夫です、それで、そうそうそう、議員になる前に、あ、議員になる前に、今なんかこう一気にこう環境系にガーッてきましたね、そこから環境系で、うん、その環境リレーションズ研究所で、もう 3,4 年ぐらいやった時に、その後に辞めたんですよ、やめて、うん、次何しようかなっていう風なところで、はいはいはい、友人から、まあ、友人でモアトリーズって何だ知ってる？坂本龍一さんがやってる、その元々ノーヌーツモアトリーズから始まってるところで、まあ、その他からモアトリーズだけをこうね提案した、はい、まあ、それもあのいろんな森林の、はい、団体で、ね、あの311の前まではカーボンオフセットっていうすごく出てる名前に、うん、はい、最近本当に聞かなっちゃったけど、うん、まあ、いろんなカーボンオフセットの証書とかをいろんな企業とかと一緒にこう販売したりとかしてたんだよね、マートリーズは、はい、でそこの事務局長や友人からこんな仕事があるんだけどっていうので、紹介されたのが港環境に優しい事業者会議っていう、さっきエコプラザとか、はい、そうそうそう、当時やってたのが池田正明さんっていうですね、博報堂で働いていて、うん、その後に、まあ、そのエコプラザの運営とか、はい、してた人なんだけど、はい、アースデーマネーアソシエーション知ってる、渋谷の、まあ、今渋谷以外にもやってるけど地域通貨の R を作った、うん、はい、人で、うん、その人がそのエコプラザっていう港区立のエコプラザっていうところと港環境に優しい事業者会議っていうところの立ち上げをやっていて、はいはい、当時だからそのなんだろうな、あの池田さんの話だったのした方がいいんだろうけど、ソーシャルデザイン、うんうん、フューチャーソーシャルデザイン FSD っていうですね、はい、言葉を作ったんだよね、当時博報堂は雑誌の広告っていうのを編集長をされていて、2001年ぐらいの時に池田さんがそれを作って、だからいわゆる本当に多分なんだろうな、ソーシャル業界っていう、そのソーシャルっていうところでは割と結構僕らと同世代、グリーンズのヨシとかみんなその辺の人たちはみんな池田さんにこう影響を受けて、そんな発信の人がいるんですね、今吉祥寺で堆肥版っていうですね、飛騨とかのね、お肉を売ってる、うん、レストランでやってるんだけど、そうそうそう、池田さんはもうどん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 掘り下げていって、今本当に命の部分でいってますね、もう着床した時にからもうそう人としての人権権利があるみたいな、はいはい、ところの、そういう、そうそう、そこになんかその池田さんとかに影響を受けてるのも八田さんとか八田健太とか、はいはいはい、で土と平和の祭典とか、うんうん、いろんな八田さんもねやってると思うんだけど、はいはいはい、でいろんな本当にそういう人との出会いがあって、うんうんうん、
今行きましたね。あでもそして、まあそこがね、CSR やってる港区のところに入って、はいはい、入ってで、まあ、その後にこう立候補っていうことにつながっていったっていう、うん、そのいつ頃からこうでもこう議員になることをこう意識し始めるっていうか。あそれはそのメックっていうところにいた時に、うんうんうん、その港区の CSR やってるところ、そこは結構行政と仕事のやり取りが多かったんだよね、はいうんうんうん、多くて、うん、なんかでも、なんか植物みたいな環境みたいな、ソーシャルデザインとかでなんか、うん、やっぱなんかやっぱあきる野市どうにかしないとみたいな感じってあったんですか。なんかあきる野市に行っちゃいますよね。あ僕はね、うんうん、でもなんかそのなんだろう、どなんだろうな、なんて言えばいいかな、どこでもいいわけじゃもちろんなくて、うんうん、やっぱりそのなんだろう、でずっと、まあ、でももちろん住んでるとこだから、うんうん、そこでやっぱやりたいっていうのをやりたいっていうよりも、うん、やっぱ政治っていうのは僕の中でやっぱその最初の昔の俺たちからいくと、やっぱりなんかそこ僕は一番その政治っていう部分が自分の中で、そこをツールにして変えていくっていう、うん、自分の望む世界を作っていくっていうのが多分一番、そこが一番使えるツールっていうふうに僕自身は思ってたんですよね。もちろんそこがビジネスで変えていける人もいれば、まあ、その中で、ね、なんかそのいきなりっていう言い方もいいんだけど、まあ、国会議員とかっていうのは想像分できなかったし、うん、だからってその仕事でいた港区っていうのもなんか違ったし、うん、やっぱり自分の住んでるところがね、一番やっぱずっと今でもずっとそもそも一度も出てないし、うんうんうん、っていうのもあるし、やっぱいろんな本当にちょっとずつのあれで、うん、でまあいろんな本当にタイミングだったよね、はい、ちょうどうちの、はい、本当になんだろうな、親父が引退するっていう時のタイミングもあったし、タイミングもあった、なるほどなるほど、そうなんとなくもう前からその出ようっていう気はあったんだよね、辞、はい、める前からすれば、うんうんうん、そうだからものすごく本当に僕の人生あれなんかね、ものすごくなんかのすごいこうこれをね何度も言ってるけど、ドーンってこうなんかすごい衝撃があったから、うんうん、それに対してガーやるみたいな、うんうん、っていうのも本当にちょっとずつちょっとずつこういろんなこうなんか影響が、うんうん、影響を積み上げてってというか、うんうん、積み重なってって、はいはい、いけるんですよ、うんうんうん、そうですね、なるほど、まあそろそろ時間にもなるのでちょっと休憩を一旦挟んで、うん、そうですね、大丈夫ですかね、前回あで、休憩中にですね、前回出てもらっていた翔子ちゃん、蜂谷翔子ちゃんが今クラウドファンディングをやっているんですが、そのまあ翔子、蜂谷翔子ちゃんっていうのはまあ、この前出てくれた、この前出てくれていて、なんかジャーナリストの方でね、はい、で無所属の新人議員、立候補する議員をインタビューして、はい、でそれでまあ、インタビューの映像と文章を書くっていう、まあ、そういうプロジェクトをやっていて、あその、はい、彼女が出るんじゃなくて、そうですね、出たい出てる人を応援する、はい、応援するっていうので、でその映像、紹介映像が出る、を、休憩中に、はい、お願いしたいと思います。こんにちは、
フリーでライトアートアーティストをしている八田翔子です。現在、統一地方選挙フォークラープロジェクトというプロジェクトを進めています。4月に統一地方選挙という日本のいろんなところで行われる壮大なイベントがあるんですが、その、選挙ですね、その選挙に立候補予定の主に無所属新人系の方のに私が直接、会いに行って、彼らから細かい取材聞き取りをします。でその取材をもとにショートストーリーを私が書いています。どんな要素がストーリーに含まれているかというと、まず一つがその候補者の方の人間性、その候補者の方がどんな人間でどんな感性を持っていて、どんな育ち方をして、どんな、例えば思想信条を持っていて、どんな経験をされてきた方なのか、そういう候補者自身のストーリー性をまず一つ聞いています。で二つ目は、なぜ現在の2015年の4月に日本という国において、そこの自治体町並みでなぜ今のタイミングで選挙に出るということにしたのかっていう、その決断のきっかけとか理由、それを聞いています。で三つ目は311、それが起きた時に彼らがどういう風な経験をして、どんな風な何を思って何を感じてどういう行動を取ったかとか、そういったことを聞いています。こういう風な形でストーリーを書くことの、目的というのは、まずは私が普通のジャーナリズム のストレートな記事を使って、この統一地方選挙っていう日本のイベントについて報道するよりかは、私はそのもっと細やかな候補者の方々のストーリーとか、そういうものを汲み取りたいっていう、そういうスタイルで私が、個人的にやりたいなというのがまず一つ。政治っていうものは例えば生活とか、他の音楽であったり仕事であったり、そういうものを抜きでは語れないものなので、やっぱりそういうところを抜きで政治の選挙っていうところだけにフォーカスして報道してしまうことで、随分伝わらなかったり取りこぼしてしまうことが多いんじゃないかなっていうふうに思うので、そういう気持ちもあって、このショートストーリーっていう形を取りたいなっていうふうに思いました。でこのたくさんの方々のストーリーを通じて今の日本の、あまり表面化していないかもしれない、例えば政治的なボイスであったりとか、人々の心の状態とか在り方とか、自治体の現状とか、そういったものが複数のたくさんの、できるだけたくさんのサンプルのストーリーを書き出すことで伝えられればいいなっていうふうに思います。私が今持っている目標があるんですが、投票が4月の12日と26日なんですね。で選挙が終わってしまう前に、できれば最低30名ぐらいの方からのインタビュー聞き取りをして、記事をストーリーをリリースしたいなっていうふうに思っています。で今のところ取材聞き取りをできているのが15名です。達成率が今のところリリースできているのが9つの記事なので、まだ3分の1ぐらいしか達成できていないんですね。でもう2つ目の目標というか計画としては、選挙が終わった後も継続的に取材、このスタイルで取材と執筆を続けたいなと思っていて、例えば東北 の被災3県福島、宮城、岩手は前回の統一地方選挙が2011年だったんですが、で4月ですよね。だから震災があったすぐ後なので選挙できるような状態ではなかったので日程がずれています。あとは逆に沖縄はちょっと早めにやってたりします。本土でもこのタイミングでやらない自治体っていうのは結構あるので、取りこぼしてしまっている候補者の方とか地域とか、そういうものがあるので、引き続き選挙が終わった後もちょっと取材活動を続けたいなと思っています。 できるだけたくさんの取材をして、できるだけ多くのサンプルをショートストーリーとして書き出して、より今の日本の姿をストーリーと
たくさんの複数のストーリーを通してあぶり出せたらいいなっていうふうに思っています。で、全ての取材が終わった後に全てのストーリーを一つの作品として全部まとめて冊子にするか、あとは本にして出版するかっていうふうにしたいなっていうふうに計画しています。このプロジェクトがいいなっていうふうに思ってくれる方はぜひサポートよろしくお願いします。はい、猫が、うちもね猫飼ってる。あ、本当ですか。いいな。黒猫とね、なんか茶トラ。猫アレルギーなんで。マジか。じゃあうちに来れないわ。いや、でも1日ぐらいだったら全然行きます。もう泣きながらよしよししてる。鼻水出しながら。ちなみに今日はノリさん、あきる野市市議会議員のノリさんに来ていただいて、お話を前半、まあ、のりさん市議会議員になんでなったのっていう、なんかなんでなったのっていうか流れをちょっとお聞きしたんですけど、ちょっと後半というか今ちょっと休憩明けはちょっとその実際やってみてっていうね、なんかちょっとどんなこと感じられてるのかっていうと、あと多分この前地方統一選があって、多分いろんなまあメディアからの情報も見てて、なんか多分いろいろやってるかとして思ってることもあったと思うんですけど、やってみて、うちのさっきのそう話のね、続きというか、はい、その聞いてる方はうちのもともと父親がやっていたと、うん、3期10年やってたっていう中で、うん、はい、で僕 もうその時は、ね、いい年になってるから、いろいろね、やっぱり一番身近にいる人がやってるから、うん、いろんなこと言いたくなるんだよね、うん、いろんなこう、もっともっともっと、いや、もっとこうできんじゃないのみたいな、やれるでしょみたいな、うんうん、言ってたし、うん、いろんなこうなんか考えて、なんかちょっとこれこういうことちょっと進めてよみたいな、やってたんだけど、かっこよければなんか政策しようみたいな、でもやっぱりその議会っていろんな本当に多様な人がいるわけじゃん、うん、何人ぐらい、あきる野市は21人、今21人、定数が21人 でその中に本当にいろんなこう政党の人だったりとか、いろんな考えの人たちがいる中で、一人がなんかこう声高にこれあれこれあるんだみたいに言っても、結局議会合議制だから、うんね、うん、そこでもちろんそのだからってすぐにこうその人の意見がダメってなるわけじゃないけど、はい、でも最終的にやっぱりどうしても、ね、そ国会とかでもそうだけど、うん、はい、多数決っていうことになるわけじゃん、うんうん、まあ、今ね、うん、それがその多数決のやつのね、はい、なんかこうね賛否あったりするのかもしれないけど、うん、まあ、最終的にどうしてもこうね、いろんなこう議論がさ、はいはい、やっぱりあって決まんなかった多数決になるわけ で、うんうん、でだからその通過がやっぱり一人がどんだけなんか言っても、うん、はい、ね、うんうん、意見としてはやっぱ通んなことなんて本当に多々あるわけで、そこは本当にだから、だからどっちがいいかだよね。それ言ってもちろん主義主張を、はい、外に出して、うん、それでいいんだったら、はい、いいけれども、うんうん、でもそれがそのなんか0か100でいいのかみたいなところはあると思うんだよね、うんうん、結果としてが、結果が0か100でいいのかと、まあ、結果は0か100になるけど、その過程としてもう最初からこうなんか0か100を目指すのか、うんうん、まあでもそれはもう少しこうなんかちゃんとしっかり議論をして、うんうん、もちろんこのやっぱり言うとこは言うけど、でももちろんここはじゃあこういう着地点にしようかみたいな、はい、そういうすごく話はやっぱり重要だと思うんだよね。だからもちろんその例えば時のこう権力者とかに対しての批判というか批評とか、だから議会で言えば市長とか区長とかに対してはもうがっつり戦うべきなんだよね。だから市長与党とかっていうのはそもそもないわけだし、はい、議会と首長は二元代表制のそれぞれの立場でやるわけだから、はいはいはい、だから市長与党とかっていうのはそもそもね、うん、ない考え方なわけじゃないですか。だいたいよくね、市長与党っていうのはどういう、よくその市長の、まあ、側についてれば、うんうん、まあ、ある程度自分たちの
いう言い分を聞いてもらいやすいと、はいはいはい、まあ市長拒否権があるからこうとかそういろんなこう、うん、なんか例えばさいろんなまあ情報も逆に入ってきやすいとかさ、あ例えばね、はいうんうん、でもまあまあもちろんでもそれはもう そういうさ何だろう市長を応援してるっていうような、うん、考え人ももちろんいるだろうけどでも本来的には市長与党っていうふうに、ねはい、言われるのはないと思うし、うんうん、あくまでもやっぱり議会は市長をしっかりと監視をして、うんうんうん、本当に議会の方が市民の代表だと思うんだよね、うん、市長の方はこの前の大阪のね都構想のようにちょっとの差でも、うんもう例えば 51% と 49% でももうね0か100じゃんもう0か1000ぐらいの違いだよね、うんうんうん、それは、はい、1票でも、うんうん、多かったら、はい、もう1人しかなれないもんだから、うんうんうん、でも議会はね、あの市議会議員の方の選挙とかは秋分ので言えば21人いる中で本当にいろんな市民の人たち の、はい、あの意見も1票1票こう価値は上がるよね、はいそうですね、うん、あの指標が少なくなりますよねそうそうそうだから本当に市民の代表は本当に今議会だなっていうふうにすごく思って、はいうん、だからその議会の中でやっぱりこう意見をやり合うから、うんうんまあ、本当だから一人入ることによってもちろんいろんなことは変えてはいけるけれども、うんうん、でも一気にこうなんかガラッと変えるっていうのは、うんうん、なんか一人入っただけでは変えられない、うんうんうん変えられないなっていうのが、まあ、実感としてはなってみて、うん、なってみて本当にそれでも、うんうん、自分がこうなってみて、うんうん、本当にその、あの前にあの、ね親父とかしてそうそうそう、うん、三宅洋平さんがなんかこう、うん、立候補した時に、うん、なんかこう立候補してる人みんな本当になんかみんな本当に尊敬するみたいな、うんうん、それは全然党派とか、うん、いろんなね関係なくやっぱそういう思いを持って立候補してるっていうのは、うんまあ、非常になんだろうね大変であり、うんうんうん、本当に僕もね、うんうん、議員になってればできるかと思ったら本当そうでもなかったですよ、はいはい、いろいろやっぱそれはもう本当にいろんな、うんうん、あの勉強させられましたねだからまあ、あのやっぱいろんな本当に、ね、考えがやっぱり議会は多様性を生んだ方がいいと思うから、うん、いろんな人がやっぱり出てくるねさっきの、はい、CM というか、はいね、あのクラウドファンディングの人とかが、はい、新人紹介とか、うんうん、いろんな形がこう出やすいいろんな立候補しやすい体制はね、うんはい、できた方がね、うんうんうん、いいなとは思うけれど、うんうん、よくね日本はね公職選挙法で、はいはい、供託金がね、はい、高いっていう話がね、うん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 、あったりもするけれども、うん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 、公職選挙法とかなんかここがおかしいとかこう出る側からすると出る側からするとねやっぱあの立候補しますっていうのをなんかね、はい、言っちゃいけないそう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 あれは本当なんでかなみたいなね、あまあもちろん意味あれはねなんかそうあったんだろうけど昔は、はい、今はね、うん、あのお金かけなくても、うんね、選挙のねやり方はねインターネットとかあるしもう最初からお金かけなくても、はい、もっと時間があれば本当にインターネット通してね、うんうん、自分の考えや思いやそれがねどんどん、うんうん、もちろんちっちゃい選挙もそうだし、うんうん、大きなね参議院議員のねあの選挙とかでもさ、うん、三宅洋平さんとかが やったようにね昔はね本当なんかこうもう北海道からね沖縄までこう行くみたいなさ、うん、なんかこう、うん、車でかい車で横断するみたいなね、はい、スタイルだったかもしれないけどやっぱりインターネットっていうものができて、お金かけなくてもできるようになったっていうのは、はい、いいとは思うけどよりねもう今の本当に時代に合ってないこの公職選挙っていうのを、うんうんどうにかね、うん、どうにかねって国会で変えるしかないわけよそれも、はいはい、そうね、はい、本当になんか、うん、変えていきたいなと思うけど、うん、
その告示まで立候補するって言えないっていう、そういわゆる政治活動っていうのと、うん、選挙活動っていう部分でね、うんうん、これは政治活動ですみたいなのをなんかいやその個別訪問とかっていうのがさ、なんか政治活動として自分のこう講演会とかあきるの市をこういうふうにしたいっていう政治活動としてこういう活動してますっていうね、うんうん、みんなそういうねみんなどこも どの人もそうやって活動してるんだけど、うん、でももう誰が見てもみんなさ基本的にはその選挙に向けてやってたりをね、はい、するのに、うんうん、まあそういう本当になんか建前って本音みたいな部分だよね、はいはい、なんか日本のというか、うんうんうん、本当に最初からもう立候補しますっていうふうな形でやってればね、お金がなくてもね、うん、長い期間かけて、うん、ちょっとずつちょっとずつこう、ね、インターネットとかで拡散とかしていけるだろうし、うん、お金かかんない選挙っていうのはなんかいくらでもまあ、うん、もうねできるなと思って、うん、僕はだからその供託金は全然その高くないって言ったら嘘にはなるけど、うん、でもあれぐらいの、が出せないうんうん、であれば当選しないなと思うね、うんまあ、今特にそのクラウドファンディングとかそういう形もあるから、はいうんうんね応援してくれたりするようなとこから例えば市議会議員とかの選挙であれば、まあ、区議会議員とかしても30万、うんうんうん、っていうのは本当にその応援してくれるっていう人が、はい、逆にそれぐらいいないと当選できないと思うんだよね、うんうんうん、多分それは国会議員にしてもそうだと思うんだよね、うんうんうんそうですね、首長選とかにしても100万とか、うんはい、100人例えば100人1万って、まあ、金額で言うとあれかもしれないけど100人が1万円ぐらいの気持ちで応援してくれるような人たちがいないと当選できないと思うんだよね、はいうんうんうん、お金だけ見ちゃうと高いっていう風にね、うんうん、300万とか衆議院300万とかそういうのね、うんうん、あるかもしれないけどでも そこに何やら応援したいっていう気持ちでのこうクラウドファンディングとかで集めるとか、うんまあ、それがもっと前の段階で政治活動っていう中で講演会活動の中でその会費としてそれぐらい集まらないとやっぱ当選とかって難しいんじゃないのかなっていうふうにね、うん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 、あきる野市は30万円、うんうんうん、そうそう、うんはい、くしはね、うんうん、なんかまあまあ他のコーナーもやっていこうとも思うので、はいねうんうん、なんかでも僕的になんか最後にちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、なんか野望とかってあるんですか、はい、なんかこれ世界平和マジあ言える範囲でも世界平和なんだ、うん、それはどういう意味でうん、戦争がない世の中が一番、うんうんあうん、僕戦争と貧困が、ねうん、ない世の中にしていきたいっていう中で、うんうん、今そう自分の中でその最初さっきも言ったようにそのいきなりこうなんだろうイメージやっぱ、まあ、その道筋が例えば政治の世界でやっていこうっていう中でも、うん、例えば国会議員とか都議会議員とか、はい、そういうところはなんかこう自分のなんかつながってなかったんだよね。つながってないというか選択肢としては、はいうん、こう市議会議員っていうところで本当にその、まあ、すごくものすごく遠回りかもしれないけどやっぱりそのまず自分みたいな面白い人が入って、うんうん、やっぱりそこで本当に多様な中に入れば、まあ、僕が入ったことによっておっね、その秋の市の中でも、うんうん、一つのこうなんかフックになればそこからいろんなこう、ね、政治に興味持ってくれたりとか僕はそこでこうじゃあ、世界平和だ貧困解決するんだとかってね、うんうん、そんなずっと声高に言ってるわけじゃないけど、うんうん、でもやっぱりそのなんか一ついろんなところでこう面白い人たちがね今の多分全国的にも議会とかでも入ってると思うから、うん、僕はやっぱあきる野市からこう世界平和を、うんうん、帰ってき作っていきたいなって、まあ、やっぱりその一番身近な人たちが住んでるっていうところも大きいのかもしれない、うん、やっぱり自分の親だっ
だったりとか自分ももちろん住んでるし、うん、そう自分がやっぱり生まれ育ったとこだから、うん、そこが細かいでは小さい範囲の平和だけど、でもやっぱその中でもいろんなね問題があるわけじゃん、うん、やっぱり今ね本当に、うん、子どもの貧困とかっていうのは日本全国でもやっぱある話だし、はい、そういう平和、うん、そこからのこう平和っていうのを作っていきたいなっていうところは、でもそこからそこね、うん、世界平和につなげていきたいなっていう、うん、そうでしょ、柴犬とかも世界平和ですよ、違うんですか、そうですね、まあ最終的には、ね、やっぱり、うんうん、あのみんなが幸せでいられればっていうところを考えると、まあそうですね、本当に戦争とかない世の中にどうしたらなれるかな、うん、できるかなっていうのは考えます、ね、少しでもね、うん、争いはなくしていきたいですよね、はい、うん、そんな少しでもなんか争いはなくしていきたいなっていう、はい、うんうんうん、そうですね、気持ちです、はい、はいはい、ありがとうございます、まあ、引き続き何かこう聞きたいことがあったらメールとかでも送っていただけたら、はい、のりさんに質問あったら聞かせいただけたらと思います、ます、はい、おっというところで、そののりさんも一緒にですね、はい、ちょっとじゃあいつもの、うん、いいですか、もちろんもちろん、はい、もう一緒にあの、うん、次のコーナーですね、はい、じゃあ次のコーナー、ザザン、こっち、お、こっち、あ、こっち、こっちか、朝読み、うん、はい、来ました、じゃん、朝読みニュースノリ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 、朝読みか、どれいきますか、いやこれ今日今回多いんだよな、浅く読んだやってことですか、これ浅く読んだニュースですか、 浅く深読みしないっていう、なんかあった、ちょっと俺多いんだよ今回多かったな、多分俺のコンディションがいいからなんだな、はい、素晴らしい、ちなみに、はい、その読む新聞っていうのは、はい、さっき気になったんだけど、はい、決めてるの、僕はね、朝日好きっすね、朝日好き、はい、朝日と東京新聞がある、好きだな、まあ読売と大体4紙、読売、読売、朝日、毎日、東京、どっちもある、あと、まあ、産経が入る時もあるし、 あとどうすかな、まあ日刊現代とか、 あとスポーツ紙が入る時もあるし、まあその日によって、はい、だいぶ違うもんね、やっぱね、そうです、主張がね、東京新聞と産経とか、はいはい、そうですね、うん、その違いとかも結構大事ですね、ところもあるんです、いや今回多いな、はい、冷凍がじゃあ僕からいいですか、うん、じゃあすいません、まあ、あの今日の東京新聞の一面ですが、あの森江戸さんっていう、まあ、あの作家の方の、まあ福島のことについてとか、はいはいはい、まあ、原発のこと、あと秘密保護法とかについて書いてあるんですけど、その最後のところでですね、あの政治のことを難しく賢く分かり抜いた上で語らなくてもいい、間違えたことを言っても拙なくても本当に自分たちが日常レベルで感じたり疑問に思ったりすることをカジュアルな雰囲気の中で気軽に発言していくことが大事かなと思う、この番組じゃん、もう本当そうでしょ、うん、でそうして私たちの心の中にある萎縮を取り除いていくことがこの社会に新しい風を吹かせて政府からの締め付けに抗っていくための一つの方法になるのではないか、うん、もうこの番組まさにこの番組、素晴らしい、本当朝読みパイオニア大事だね、パイオニア森江戸さん、やっと僕らの番組見てこれ考えたのかないやでも多分おそらく刺激受けてる、あ刺激は受けてる、僕らの番組を見てこれを書いて、なるほど、ここに未来があると、いい千葉県、いいね、いいとこついた確かに千葉県何市住んでんの、僕はあの東松山市、じゃあそこで今度出ましょう、確かにこれでも URL 乗っけてほしいよね俺らのね、そうなんで僕らのこと、会員数増えるのにね、はい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 ちょっと森江戸さんにちょっとね、言いたいとこもありますけど、ありますよね、はい、なんかでもありますか、最近のニュースとかあればなんか、うん、なんかありますか、なんか東大の連敗94とか、あ、うん、なんかそれ結構大きなニュースになってますよね、かなりニュースになってますよね、僕でもな今日多いな、多い今日、うん、多いっていうのはいいんだけど一つずつ紹介して、一つじゃあ、はい、お、いい一つ、はい、じゃあちょっと絞っていくわ、じゃあまずちょっとよろく嬉しいのこれ、えこのジャズ、あ、違った、この下見て、ここ 3D プリンター、
これこの人いるじゃん。これね、うん、俺ね前ね一回ね夜飲んだ、うん、飲んでね喋った人、どっち柳井雄一さん、なんかこれ今この人陶磁器金沢のそうそうデザイナーさんでその器とかやるんだけど、うん、この人なんか 3D プリンターを使って最新技術と伝統工芸を合わせたそのなんかことをやってるって乗ってるっていうだけだから、みんな、これは、何をやれば応援になるかな、作品展なんかねでもあ、蔦屋家電で展示されるって、おー、はい、6月3日まで、 はい、行ってみてください。はいヘルメが行けよ、ヘルメ俺が行くね、俺行くわ、ヘルメ行くよ、俺行くわ、ちょっとでもね、そうなんか嬉しいね、こう知り合いがこう、うん、知り合いが出てるっていうね、乗るとね、はいっていうのはまあある。知り合いが出て、息子が出てたらそれはやっぱり取っちゃうもんね、やっぱ切り取っちゃうね息子が出てたら。これね、でもここね、今日ね、面白い。あれ新聞でやっぱどうぞ見比べてる感じなの、いつも新聞で見比べてる、まあそうですね、それ、うん、まああとでも本当に何の割と、あとこれ、あ、来た、これも面白い。今日ね、これ。これただ俺が面白いって言ってるだけだけど、なんか今日面白いって言ってるだけになっちゃってるな。ああちょっと。こっち、うん、ここ。なんかね、西洋珍食業尽くしだって。仕事薬価的な？でね、あのね、アリのさなぎ取りとかね、クジラの骨加工職人とかね、コーヒー鍵担当兵ってやばくない？何ですか？あの、違法とされた嗜好品を探す。あ人たちっていう犬みたいな感じすごいね鼻がすごい。あと砂売りビー玉職人っていう、まあいろんな職人がいるっていう話をね、うん、書いてるからちょっと読んでみたいなという作品でしたね。じゃあまあ僕もいいですか、のりさんにまた手伝ってもらってもいいですか。これ読売新聞ですけど、まあ、スコットランドの総選挙があってイギリス全体であったんですが、うん、それでこうあのですねグラスゴー大学の二十歳の、うん、グラスゴー、はい、前は千葉県がなんか取材してたところ、そうです、そうです、うん、グラスゴーの二十歳の女子大生が国会議員になるっていうので、で、まあ、ピザ屋さんでバイトしてたんですけれども、そのスコットランドの独立の是非を問う住民投票がきっかけで政治参加するようになって、暑いな、で、まあ、グラスゴーに住んでる、まあ、詩人の人はその住民投票を見て、まあ、あの住民投票で町が変わった、で自分たちの手でスコットランドを変えられるという意識が芽生えたというふうに語るっていう、まあ、そういう話なんですけど、その、まあ、僕がそのどうして住民投票とか、うん、その選挙とかにこう、にこう興味を持ってそれについて調べてるのかっていうのをこう、まあ、ヘルメと話をこの前もする中でこうずっと考えてて、でなんで僕はここにこんなに惹かれるんだろうなって思った時に、もうまさにこの感覚、この町が変わったとか、その政治、住民投票をきっかけでその政治に火がついて、で政治家になろうっていうふうに思うとか、そういうその感覚っていうのがそのこう僕の僕の中でこう頭では分かっている、その自分の一票がその議員を選んで、僕の一票がその国会議員を選んでるって、その頭では分かっているけど、その感覚、その実感っていうのがこう未だに僕の中でこう頭では分かっているけど実感がこう乏しくて、でも頭では分かっている、それを感じたい、でそのためにこう、まあ、原発都民投票とか原発について自分たちで決めたい、この一票があったら僕は絶対投票したいと思う、自分たちで決めたいと思う、でそういうことに関わり始めて、で実際にリトアニアで原発国民投票の現場に行ったら、やっぱりその結果にその高揚感を感じたり、投票するっていうことにその不安とかこう期待とか、でスコットランドでも同じように 85% の人たちが投票するような
ことだったりとか、本当にもうそういうこう自分の一票には本当に力があって、うん、でそれを実感して、うん、で政治にまた向かっていく、このエネルギーっていうのを本当に感じてる世界っていうのが、やっぱ僕はその現場にいたいし、その空気を感じたいし、でそれをまた僕は渇望している。こうでそので、あの金曜日にアイルランドで同性婚を認めるかどうかの国民投票があった、はい、でそれも、まあ、賛成派が勝って、それも賛成派が勝って、まあ、ゲイの人たちがこう抱き合って喜んで、で家族の中でもその若い人たちはやっぱり賛成の傾向があるけど、その上の人世代の人たちとその話し合って、親の世代をこう投票に連れていくっていうそのキャンペーンをやったりとか、本当そういうところでこう政治とか一票がその入れたい、変えたい、実現したいっていうのがこう投票とつながっているっていう、あの感覚をこうやっぱ僕は求めて、今も僕は東松山市 の, その投票にはもちろん行くけれども、その僕が東松山市を動かしているとか、この一票で市議会議員が誰になることによって僕の生活がどう変わるかっていうところまでこう実感がない、頭では分かるけど投票も行くけど、でも実感がないっていうのをこう渇望してて、やっぱここには あって、でそういう世界をやっぱこうまた僕は他にもあったらもっと見てみたい。それに出る、その出ればいいんじゃない、まあ、そこまで話が違うの、まあ、そういうことも含めて、やっぱ自分が実感できた時とか、本当にもうこの東松山市をどうにかしたいとか、そういうふうに思った時には出るかもしれないですし、ただ今は僕はそういう気持ちはないですけど、うん、実感ってやっぱ難しいよね。実感、そうですね、市議会議員でね、自分が、ね、応援してそういう人が当選したら、はい、うんうん、わあやった、はい、頑張ってもらって、はいはい、ずっとね、はいはい、入れたいとか応援したいとか、でも、まあ、なんとなくこうね、消去法で行って入れたりとか、うんうん、国会議員とかなんてね、直接自分の友達とかね、うんうん、友達がいるところに住んでるとか、はいはい、じゃない限りは本当にそうだよね、うんうん、そこ本当に難しいなとは思う、うんうん、なんか実感っていうのはどうやって、うんうん、僕らだから市議会議員ってやっぱり距離が近いから、はいはい、やっぱり日々こう自分のさ数多くとか持ってピンポンってしてやってるから、はいはい、そこでやっぱり生の声とかは聞けるにしても、はい、やっぱり行かないとそういう声はやっぱ入ってこないし、はい、やっぱり距離があるだろうね、それでもだから、はい、その市民の方から、まあ、中には普通にね電話したり来たりとかさ、はいはい、連絡来たりする人はいるけど、やっぱり行かないとあれだから、うん、国会議員っていうともっとやっぱり距離感は近いなっていう意味では、うん、本当だからどんどん出てった方がいいんだろうけどね、はいはい、まあそしたら実感も湧くし、でも中にやっぱり本当にね、多分政治にそもそも投票っていうスタイル自体もなんか違うって感じの人もやっぱいるでしょ、多く、うん、多様、うん、どんどん多様になってきてるから、もちろん柴犬みたいな、ね、人もいれば、いやもう政治はダメだよみたいな人もいるだろうし、やっぱもう経済から変えていくとか、うんうん、まあ、投票じゃない方法でっていう、投票じゃない方法でっていうんで、うんうんうん、本当にそういう意味で本当に多様になってきたな、うん、多様になってるんだろうなって、うんうん、ね、ヘルメ先生の、うん、また朝読みニュースですか。まあ、うん、私のおかんと戦い、まあでもこれはいいかな、うん、片付け、もう片付け大好きなんだよな家の掃除大好き、ああいいですよね、うん、片付け大好き、そう、うん、なんか片付けがね、うん、あんま好きなんだけど、うん、すごい整理整頓が得意じゃないから物を極力持たないっていう、あでもそれってすごいこう、うん、シンプルっていうか、やっぱ僕もすごいスッキリします、なんかスティーブ・ジョブスじゃないけどさ、うん、僕いつも白いシャツが番号が1から9までこう、それはあの妻にね、
はい、あの縫ってもらったんだけど、はい、1番から10番まであるのか、10番同じやつが、はいはい、で順番に着てる。すごい、もうそういうの僕大好きです。僕もこのシャツ僕3枚ぐらい持ってて、この長袖もまた3枚ぐらい持ってて、はいはいはい、もうそこに対して考え事をしないっていう、うん、ズボンもジーパンも2枚同じのがあって、ジョブズだ、ジョブズっぽいな、ジョブズっぽいね、これあの黒だし、うん、もう日本の黒じゃないかの人は分かんない僕は割と毎日迷うんだけどね。あ、でもそれが楽しいっていう人もいるからね、うん、なんかどれにしようかって考えるのが、そう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 、うん、なるほどね。いやなんかね、でもね、僕は最近ね迷うことはあるよ。その正読みはいいや、これでもこれだけちょっと、まあ、面白いけどいいや、いいこと言うと思って。いやなんか、いや僕は迷うことはあるのは、僕はなんかこうやっぱりこうあんまこう無政府主義者タイプなんですよ。あ、うん、政府いるのっていう、そもそも政府が必要になる、うん、単位で、生きるっていうこと自体が、うん、あの前提としておかしいんじゃないかっていう、その前はここでも何回もあのその国家っていうものが社会の究極の状態じゃないっていう疑いは常に持っといた方がいいっていう話は僕していて、だから廃藩置県とかあった時代、あの前、うんうん、藩で自治をやるっていう時代の可能性、村とか町っていう単位で自治をやるっていう可能性、要は目の前の人とか目の前の景色とかに対してあの議論をして生きていくっていうことが、まあ、人間社会で割と自然なんじゃないかなっていうふうに考えた時に、政治ってどれだけなんか必要なんだろうみたいな話が僕の中ではあって、でそうなんですよ。だからなんかそうのだからね、なんかだからそれに関してはだからどうなんだろうっていう迷いがありますね。その政治を考えるのが大事、投票行くのが大事っていう風な考えと、うんうん、いやもっとそうじゃなくて、自分たちが自分たちの身近な人たちと目の前の豊かさみたいなものを享受できるように、お互いが生きてればそもそも全員で政治をやるみたいなことって必要あるんだろうかっていうのとかもこうもやもや思いますよね。だからその辺はでも自分のだから自分どうしようっていう感じなんですけどね。逆にそのこれから仕事とかしていく上で何か社会問題解決しないとみたいな、問題解決とか言ってる前に自分たちの目の前の人とどれだけちゃんといい社会作れてるかとか、毎日豊かになんかこう服を選ぶ時間もないぐらい切迫を持って生きるんじゃなくて、ね、うん、もっとこういう気持ちいいものを着たいとか、うんうん、でもっと一緒にいる人こういうものを着たらあの子はもっと美しくなるんじゃないかとか、そういうところの豊かさを見失って、うん、毎日同じものを着て問題解決って走るのはちょっとなんかおかしいんじゃないのかなっていうのも思っちゃう僕もいるので、ね、そう、その辺はだから非常にこう迷いながら生きておりますね、はいはい、僕はそのあたりに関しては。なるほどね。もう好きでやってるからね、その、うんうん、もうその1番から10番までは。そうしたいって。でもすごい、そうか、でも多分そういう人僕ね、もっともっと増えていくと思う。うんうんうん、そのなんかポジティブに、はい、ポジティブに投票に行かないっていうか、もう政治じゃないところでっていう、なんだろう、別にそのなんか諦めてるっていうわけじゃないんだろうけど、うん、もっとこっちでやれるんじゃないかっていうその可能性でやっていく人はなんかね、うん、増えていく気はする。でも、うんうん、今のそのなんかすごく大きなところで見た時に、まあ、どう考えるのかなのかもしれないよね。うん、なんかその、うん、大きなところ、大きなところだから、大きなその安保法制の話だったりとか、うんうんうん、大きなところで見たときにどういうそのなんかその人それぞれが次の世代にどういう社会していきたいとか考えたときに、やっぱり自由にどんどんね、なんかもうフリーハンドでやらせてっていいのかっていうのは、うんうん、あるよね。結果的にその割とその僕らが今いるような、そのなんだろう、ソーシャルビジネスとかやってるような人たちっていうのは結構今その多いじゃん、僕らの周りとかでも結構かなりこうメディアでバンバン出てやってるような人たちとか、そういう人たちってなんかあんまりその
多分自分たちのいわゆるそれスキルとか実力もあるんだろうね。だから多分別にその日本っていう部分だけにとらわれなくて もうグローバルに行っても割とこう多分活動できたりとかするから、はい、その政治みたいなことに関しては、まあ、むしろやっぱり発言しないし、うん、Facebook とか見ててももちろん自分に興味関心とかあるような例えば大阪都構想の話とか、うんはい、そういう時には発言したりもするけど、うんうん、あんまそのなんか安保法制が例えばどうこうとか、うん辺野古の話がどうこうとか、はいまあ、そういう部分なんか本当にそう社会問題の解決のためにやってるんじゃないのかっていうふうに思っちゃうというか、でもまあもちろんそれぞれの社会問題っていうのがあるだろうから、まあ、そこから考えてやってるんだろうけれども、うんうん、でもなんかねマイルドな新自由主義というか、うん、本当になんか数回で増えてきて出てるか、まあ、そういう流れなのかな、うん、今はみたいな、うん、いわゆるそのソーシャルビジネスとかそういうなんか、うん、言われてるような人たちもなんかそういう感じの人たち多いか多いんじゃないかな、うん、みたいな、うんうん、なんか、あーなんか、うん、そうですねなんか、うん、いいっすねいやいいいいいやいいいいあの、うん、なんかそうなんですよね、うん、だからそのビジネスっていうところとかで、うん、自分たちでこう働きながら、うんうんそのまあ政治っていうなんか上かトップダウンの方法みたいな方に加担していくんではなく、それぞれがボトムアップで良くしていくっていう形も多分あるだろうし、ただなんか僕一個やっぱ疑問一個そのビジネスに俺でビジネスに寄ろうとした時に僕ビジネスにちょっと疑問を持ってしまうのが、あの自分たちが消滅することを目的としてない活動って俺すごいあまり微妙だと思って、それは なぜかというとビジネスってある種何かの問題を変えるサービスをやるじゃないですか。でサービスをやることによってお金をもらえる、だから僕たちも生きていけるんだけど、結局お金をもらうためにそれをやってんのか、消滅を目的とするっていうのは自分たちが解決しようとしてる問題自体が解決した時に素直に君たちは喜べるかっていう、僕なんか観点があると思っていて、それビジネスやってる人のスタンスとしてなんかなんかバカに全くするわけじゃなくて一つの例なんですけど、うんまあ、僕は迷ってるって話なんですけど、うん、その清掃サービスとかあるじゃないですかビルの、はいはいはい、でビルの清掃サービスって、うんまあ、あるしそういういろいろここもなんかこう、まあ、あると思うんですよ。僕なんか割と大きな企業で今働いてることもあって、うん、そこの掃除とかっていうのは業者さんがやってるんですね、うんうん、でなんかこうまあそうそうそれがまあいいっていう視点もあるんですけど、うん、なんかなんて言うんだろうな、なんて言うんだろうな、あだからそれまたぐちゃぐちゃしたいな。なんかとりあえずなんか僕清掃サービスの会社の求人に申し込んだんですよ最近、ほー、うん、申し込んだ。そうそう、あの清掃楽しそうって思ったんですよ、はいはいはい、あのその仕事を見てて、で、あ清掃っていいなって、なんかある種美的感覚を研ぎ澄ましてやる仕事だし、汚れ仕事みたいなイメージはあるけれども、うん、いいなって思う、うんうん、でいいなって思う、要はその仕事をするときに多分美的な感覚も受けるし楽しさみたいなものあるから、うん、自分は働いてる分にはいい、うん、もしかしたら、うん、でお金ももらえる、はい、だがしかし、うん、そもそも自分たちがいるとこぐらい自分たちで掃除もできないスピードで生きてるからこそ、うん、人たちがいっぱいいるからこそそこに仕事が来るわけじゃないですか、ねうん、で僕たちがそれに対して解決をしようとしたら、うん、彼らはそのままでい続けるじゃないですか、うんうん、なんかこうある種彼らの生き方を強調させるわけですよ、僕の掃除っていう仕事は、はいはいうんそれじゃあ僕が望んでる世界は それなのかっていう、うん、要は、うん、いいことやってるように見えて加担してるというか、はいうん、なんか、うん、っていうのもあってなんか仕事も仕事で考えるの難しいなっていう最近なんかでもどうなんわかんないんだよねだから最近、いやね何なんだろうだしねなんか最近の朝読み朝読みニュースじゃないけど、はいはい、グリーンズのあの記事で、うん、その完全オフグリッドの家をしたっていう記事なんか見たか見てない？あ見てないですね。なんか家をその東電から切り離したみたいなやつんで、はいはい、それはねだからね、いいのか悪いなっていう、それがいいのか悪いのかっていうのはちょっとね、うん、僕の時はよ、まあ、別にまあそれはそれで一つのあれとしていいんじゃないみたいな感じだけど、はいはい、でももう少しなんかやっぱり自治体単位でやっぱやりたいよね。
それはだそういう、はい、今のそのね班でやるみたいな、はい、あけど、うんうん、やっぱなんかその一つのやっぱ1抜けたらあんま良くないなと思って、うんうんうん、いや別にいいんだろうけど、はいはいはい、その1抜けたっていうのって結構なんかやれちゃう人はやれちゃうと思うんだよね、はい、うんうんうん、その全然ある意味でほんと政治で縛られない部分でやっちゃいられちゃう人とか、はいうんうん、でもまあ日本人っていう部分でねみんなかなりの恩恵を受けて、まあ、世界でも活躍してる人もいるんだろうけど、うん、でもなんかそういう意味であの一抜けたっていう形にならない形でなんかどん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 みんなが抜けてっちゃってやっぱりさあの人それぞれねあの、うん得て増えてのがある中で、まあ、さっきの その清掃サービスもなるかもしれないけどでもやっぱりその人のそのなんだろうそれがやっぱ得意なっていう人もいるだろうしでもだからそう、まあ、どっちが先かみたいな話になるんだろうけどね鶏が先か卵が先かみたいな話で、うん、どんなねなんかみんな いろんな人たちにこう本当にね、うん、やりがいとこう出番がね、うん、ある世の中には、うん、なっていくといいよね、うん、でなんかその上で、うん、戦争とかさ、うん、なんか大きな争いってことがない、うん、ね、うん、今こう、はいはい、たくさん所得がある人がさあのみんなご飯やれば貧困もなくなるのよね、うん、止める人はどんどん飛んでいくしさ、うんうんうん、まあなんかでも、まあ、その仕事っていうところで言うとやっぱでもさっきおっしゃってたその役割っていうか、うん、やっぱ、うん一人いたらあ私もできるって思う人がいるかもしれないっていうこととか、うん、掃除がめちゃめちゃ得意な人に掃除を、ね、お願いして、うんうん、でいやそうっていう消滅が目的じゃない、うん、その、ね、循環だよね循環というか、ねね、昔だとやっぱりその家のさあの隣近所とかみんな屋号でこうさ、うんね、みんな多分商売とかしててそこでみんなでこう助け合って、うんね、多分生きてたみたいなところが、うん、酒屋さんは酒屋、うん、お酒作って、ね、でもまあねまあ難しいよね、うんうん、難しいなという、うん、そう考えていくとね、うんうんまあ、だから自分が生きたいように行くしかないんだろうなと思って、うんうんまあ、最終的にはというか、うんうんうんね、そんな感じで朝読み終わってくね朝読みはこんな感じでいいですかねそうはい、だいぶ深読んじゃったのなんかどこからそうねそうですねまあ脱線したようなところでそうですねまあ脱線しつつなんかリクエスト来てるよ知らない人からもういいやはい哲学しますか、うん、そうだね最後ね、はい、ちょっと今日短いけどねはい、はい、これです今日のあ待ってはいはいヘルメのテク通学一言哲学まあ、でもやっぱね自分が疑問に思っていることはなんか今やっぱ話していいねやっぱこういろいろ考えれるね、うん、はい今日これです人はいつ悪い習慣をやめるのかはいこれパンツ事件とかそうそうそういやマジそれ今日いや出たあのなんか僕あのこの前出たあのうち僕彼女と住んでるんですけど、うん、あので家の中にあのドラム式のあの乾燥と洗濯どっちもできる洗濯機があってめっちゃいいやつで俺パンツがなくて気づいたらであやべえと思って夜中そこに乾燥もやるようにぶち込んでこうボタンを押して洗ったのこの裏話聞きたかったで朝起きるじゃん、うん、で俺もでもすぐ出ないといけないからまあまあでこうパンツをね一個取って履くんだけど、うん、あの乾燥機って閉めとくと臭いのだからずっとそこに置いとくと、うん、なんかねもう臭くなっちゃうから結構もっかい洗わないといけなくなっちゃったりするのね、うんうん、だからこうで開けてるまんまでもうゴシャッとなってるから、はいはいはい、やばいじゃんシワになってそうだから俺1個着て他のやつをこうパパパって取って、はい、その辺にこうファッて散らして、はい、で一応俺的にはねこうそれぞれ重ならないようにやって臭くならないようにそうでパンツ履いて家出たの、はい、そのラパシかでしたらなんかその後朝っていうか昼遅く起きてきた彼女がなんかリビングになんか下着類がこう散乱してると
そう。でそれをそう僕の彼女はそのインスタグラムで撮って それをこう SNS 上に上げたわけよ。それを見た。フェイスブックに上げたわけ。それ見た俺は。こんなことも起きてるけど私慣れてしまったみたいな。でそうそうそう。で、あごめんなさいと思ってやっちまったなと思ったのよ。で、まあでそれで悪い習慣じゃん。なぜなら彼女にとってあの部屋が、うん、いきなり片付いてないし、それも自分がやったことでない理由で片付いてないっていうことが起きてんのは彼女的には気持ちよくないわけよ、うん、でも僕って割と全部しちゃうんだけど、うん、なんかあのバスタオルごしゃって置いといたりしてよく怒られるんだけど、うんうん、で俺いつもだからさごめんなさいって言うの、うん、で今回もごしゃってあの散ってて帰ってごめんなさいって言って、うんうん、まあいいけどみたいな、まあいいけどっていういつぐらい、まあ、通用するんだろうね、そうっていうのをねこうよくやってたの、うんうん、で俺もそうごめんなさいって言うけれども、うん、治んないなっていう感覚はあったの、うんうん、でいう中で出てきて、うん、まあ人はいつ悪い習慣やめんだろうっていう問いだったんだけど、うん、で俺でも帰ってきてごめんなさいって言ったと衝撃な出来事が起きて、お、うん、まあパンツ散ってたじゃん、うん、あの俺の SNS の中では散ってた、うん、俺も家出る前にも散ってたし SNS 上でも散ってるの、うん、でまあこれは別にいいの、俺はあの、うん、何でも人はオープンにして公共的であるべきだと思うタイプだから別に特に悪いとは一切思わないんだけど、帰ってきたらさはい、ないのよパンツとかが、お、うん、部屋の中に衝撃的な展開だ、うん、散ってないのよ、はい、あれと思って、はい、おかしいなと思って乾燥機開けたの、はい、ストラム式の、はい、そしたらそこにいっぱい詰まってるわけよそれも、はい、で当初でしょ、でしょしてあれとか言って俺あれこれどうしたろうとか言ったら、あの実はその来客があって、あババって邪魔だから戻したんだってそこに、でそれは別に彼女俺が悪いし、うん、来客も気分悪くしないために戻してるからいいじゃん、で、うん、でも俺はいい匂い悪い匂いにならないように下のに結局戻されてるわけよ、うん、でこの時にはたと気づいたの、うん、あの自分のせいでより悪いことが起きてしまったわけ、うんうん、あ要は自分が何気なくやって、はいはいはい、まあ、自分にとってはいいけど人に悪いと思ってることを繰り返してると、はい、自分にとって良くないことが起きたわけ、はい、で俺この時にあマジやめようって思って、うんうん、でね、そう、あでこのやめよう感はあのマジでやめるやめよう感だなってこう感じたのね、うんうん、で俺がこの問いに対して思ったのは、素晴らしい、人はいつ悪い習慣をやめるのか、いやね、何かというと悪い習慣をやった時に自分に対してより悪いことが起きる場合はやめる、なんて普通のこと思ったの、できないことを約束しちゃう政治家とかねそう、その時にそれに対してより悪いことが起きたらあのね、ね、やんないと思って安保法制とかねっていうあのことがあってね、はい、もうパンツを散らすことはないなぜなら帰ってきたら臭くなってるっていうことが起きるから、それはもうできない、それ結構かなり自分にねそう自分にしちゃうから思うもんね、それだからせめて散らすんじゃなくて自分 の、 あのクローゼットに散らすね、うんうん、でもその要はあの彼女にはそのヘルメの当初の思いっていうのは全然想像できてなかったっていう、ね、あ俺があの乾燥させた、そう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 、まあそれはあの多分あの伝わってたよ、伝わってたよ、でもねちょっとは伝わってると思う、伝わった、伝わった、俺も伝わったもん、うんうんうん、いやでも伝わっててもさらに戻ってるっていうことはちょっとなんかそこ僕は微妙な、いや俺はねでもね俺の中でね良かった、うん、いつもね彼女はそれを畳んで折ったりしてくれてる、あ、うん、でもね甘えてたね俺はそれに、うんうん、彼女素晴らしい、うん、そう彼女は素晴らしい、いやそれは間違いない、乾燥機に戻ってるのがねやっぱね、うん、ちょっと怒ってたのかな終わっちゃう終わっちゃう、まあでもそんなことがあってパンツパンツね、うん、まあでもだからそういう話ですね、うんうん、そういう話どういう話だこれちょっと分かんないけどそんな私で残り15秒になりましたけど、なりましたけれども、どうでしたか今日は、ありがとうございます、あのパンツの最後そのネタバラシがあってよかった気になってたか一番あれがあれが一番気になってたはい、じゃあそんなところで来週もよろしくお願いします、はい、またね、ありがとうございます。